Amazing grace, how sweet the sound. あ、変わった。気持ちいい。はい、皆さんこんばんは。本日もやってまいりました、キコーナチャンネル水曜鶴見店、鶴見の自由すぎる配信ということで、今週も元気にお送りしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。オカルト店長、はい、ふんどし大仏さん、今日はあれですか、かぶってない感じですか？あ、そうですね、あの、はい、前回のジャグラ対決でですね、はい、まああの、まあ見られた方まあね、はい、ご存知だとは思うんですけども、はい、まあ、ちょっと、まあ、心に傷を負ってしまったんで。いやー、そうでしょうね。これいらないみたいな感じで、ね、ああ、なるほど、うん、ついにマスクを剥いだということでね。そうですね、これ抜いたのに、なんかこっち手放さないですよね、これ。え、こっちって何ですか？いや、なんかこの太鼓ね、太鼓はね太鼓は手放さない。いや、これ手放さないマスクは手放すけど太鼓は手放さない。よく分かんないテンション ですけどね、はい、なるほどね。まあ、前回の放送ね、まあ、ちょっと見られてない方のために、あ、説明しようと思ったけどね、まあ、口にするのもおぞましいので、録画ね、YouTube に全部上がってますんでね。そうですね、はい、キコーナチャンネル水曜鶴見店で検索していただければね、はい、前回のおぞましい罰ゲームが多分出てくると思いますので。そうですね、はい、まずはそれでね、確認いただいて、あれですか、ふんどし大仏さん、心に大きく傷を負ったということで。そうですね、ちょっとね、はい、ちゃんと叩けてないし失敗してんじゃんみたいな。大丈夫ですか？あ、大丈夫だよ。あ、もう、まあ、今日はですね、はい、まあ、前回罰ゲームを受けたあの、はい、彼のためにですね、はい、まあ、彼はあのエウレカ7が大好きということで。おお、なるほど。もう彼が今日は、はい、あの自己満足で、はい、エウレカを打つと。なるほど。そうですね、まあ、それで危険なる、まあ、これね、はい、ほんまはかぶってほしいっていうのあったんですけど、はい、もうね、顔出ししてましたね。そうですね、前回ね、はい、じゃあ本日は、鶴見の自由すぎる配信第3回目ということで、ウレカ7を愛しすぎた男の完全自分用配信と。そうですね、いうことでよろしいですか？はい、はい、完全自己満企画で、部下の心の傷を癒そうというね。そうですね、今日は自己満足でね、はい、なるほど。これちょっと遠いですけど、見えますか、これ、はい、デリケートとか、ね、デリケートです。頭がちょっと かぶっちゃってる感じですけどね、はい、デリケートなんですよね、はい、ふんどし大仏さん。そうですよ、はい、前回のでね、はい、ね、ちょっと大丈夫かな、うん、大丈夫。もうあんま喋れない感じなんですね。そうです、はい、なるほどねこれの設定となんか一緒です。なるほどね、あ、ここに傷が大きくてあんまり喋れないということで。そうですね、わかりました。じゃあね、ぜひね、今日の自分中心配信ということで、はい、ぜひね、心の傷を癒していただければなと。そうですね、思いますので。大丈夫ですか？ちょっとふんどし大仏さん、エウレカ7どれぐらい好きなんですか？いや、もう、はい、そうですね、喋り出した。エウレカ7に関しては急に喋り出した、はい、まあ、あの言い過ぎかもしれないですけど、はい、まあ、あの西日本で多分一番好きです。西日本で一番好き。あ、謙虚ですね、ちょっとね。もうそのぐらい好きな感じで、ね、日本とか世界ではない西日本で一番好き。冗談じゃないんで、はい、西日本一かなと。なるほど、はい、それぐらい好きで。そのぐらい好きですね。もう語り倒せるということですね。はい、もう余裕ですね。なるほど、わかりました。じゃあ今日はね、エウレカ7-2サミーのパチスロで、打って、エウレカ7好きのふんどし大仏さんが自己満するための配信ということでね、お送りしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、じゃ あ早速ですけども、お席についていただいてよろしいですか？あ、はい、はい、お願いいたします。お願いします。はい、まあ、彼の心のケアですね。なるほどね、今日はねメインのテーマとしてはね、いや、それ大事ですよね。うわー、いや、でもこの座った時点で、はい、もうだいぶ癒されますね。いや、エウレカに座るとすでにそれで癒される。もうこの時点で癒されます。なるほど。あ、皆さん一応ですね、はい、まあ、最初に言うておきますけど、はい、ちゃんとちゃんと椅子めっちゃ綺麗に拭きますから、ね。あ、なるほどね、ふんどしで座った椅子も除菌するということで ね、 除菌しますね。なるほどね、ちゃんとファブりますんで、はい、ご安心して明日、ね、ご安心していただければなと思います。はい、設定はって言われてるんですけど、設定は言っちゃまずいんですかね、営業外なんですけど。まあですね、というより僕もこれランダムで選んだやつなんで。ああ、なるほど。
まあ、これを見てご想像にお任せ、ね、これを見てそうですね、だいたいどれくらいかを皆さんでこう当てていただければというような感じでよろしいですか。そうですね、はい、わかりました。はい、じゃ あよろしいでしょうか。はい、はい、じゃあカメラに向かって、じゃ あどちらのカメラでもいいですけどね、はい、あ、そっちでいいですね。はい、じゃあ本日、キコーナチャンネル水曜鶴見店鶴見の自由すぎる配信、エウレカ7を愛しすぎた男の完全自分用配信、シダスタート、よろしくお願いします。だいぶテンション上がってきました、はい、上がってきましたね、だいぶね、はい、気持ちが全然ちゃいますね一気にね、はい、最初全く喋ってなかったのにね、前回ディープキスされた時のことを考えたら、はいはい、いやもうそれはちょっとあの聞きたくないやつ、ね、いやいやディープキスとかね、聞きたくないやつ、言葉に聞きたくないやつですね、それは言葉にしないでください、はい、それ癒さめの今日なので、はい、はい、よし、行きましょうか。まあね、西日本で一番エウレカが好きと豪語する。そうですね、はい、まあ、あの知識とかそんなのは除いて、はい、まあ、あの知識がエウレカとかで言ったらもう一番好き知識は除くんだ、はい、ああそうなんだ、ああその辺期待してんの、期待してたんですけど、そういうわけではない。もうあのエウレカ打ちに行くときめっちゃおしゃれしていきますからね。え、何のためにそれは。いやもうやって、いやもう機械っていうより も、はい、あの僕にとっても女性に近いんですよ。わー気持ち悪い。ほぼ相当、ね、もうこれに関してはこの人病気ですね。でもあの、まあ、スーツか、はい、まあ、あの清掃でいきますよ、ね、清掃でエウレカ打つときは清掃でと、はい、じゃあそのふんどしはどうなんですか今。ふんどしは清掃ですね。ふんどしは清掃、はい、スーツかおしゃれな服かスーツあのふんどしか無理あるだろうな。この3択。なるほどね、はい、なるほどね、はいはい、じゃあ本日は清掃でエウレカ打つということで、はい、はい、じゃあよろしくお願いいたします。はい、スーツと清掃が同じ色っておかしいでしょ。いやもう大丈夫ですよ、あの皆さんやってないだけで結婚式とかもこれで出て大丈夫ですからね。いやいやいや、はい、おかしいでしょ。大丈夫です大丈夫です、まあそんな感じになってます。ドン引きだろ周りさはい、じゃあエウレカ7ですね。はい、まあじゃあ説明からいきましょうか。はい、はい、まああの化け物語の時も説明したんですけれども、はい、エウレカ7も同じようにモードと状態という2つのやつがあります。はい、でモードに関しては4パターン、はい、化け物語だったら7パターンあったんですけどね。はい、エウレカ7は4パターン、はい、これまたおよい説明しておこうと思います。あと状態は、低角、中角、広角ですね。はい、これはまああのエウレカ7やったら通常広角 A 広角 B になるんですかね、詳しく説明すると、はい、まあ、それを子役でアップダウンさせていくっていう感じですね。はい、なるほど。で、ボーナスから ART を入れていく、あ、 AT に入れていくという流れになっております。はい、はい、では早速回していきましょう。はい、お願いいたします。はい、で、DDT 子役獲得手順なんですけども、まず第一リールバー狙っていただきまして、はい、大概この停止形になります。でその他、チェリー下段に止まったりとか、はい、スイカが上段に止まった時、はい、その際全部、バー狙いで OK です。はい、なるほど。はい、これが外れ目になりますね。はいはい、で、強スイカの場合は、中段上段に、平行のスイカが揃ったり、はい、チェリーですと、3連チェリーもしくは、バー上段バーっていう感じになるんです。はい、で、まあ、あのざっくり言っちゃえば第3リールの中段にリプレイ否定したらもうその時点で強チェリーなんですけれども。なるほど。結構出目が綺麗なんでね、しっかりとあの全部バー狙っていただいた方が楽しいと思います。なるほど。はい、で、エウレカのこれもあのレア役示唆しております。はい、チェリーですね。なるほど。いきなり、はい、第2位まで来ました。はい、でこれもあのバー狙ってもらったら OK です。なるほど。で2連で止まったのでこれがジャックチェリー。ジャックチェリー、はい、はい、いや止まらないですね、さすがエウレカを愛しすぎる男ということで、はい、なんかコメントとか来たら教えていただけたら、はい、今日はエウレカかって言われてますけどね、はい、まあ、エウレカというよりも心の傷を癒す配信ということでね、そうですそうです、はい、リハビリやと思ってもらったらいい、はい、ね、はい、お送りさせていただいております。はい、エウレカを愛しすぎた男わらわらって言われてますけどね、はい、いやもうね完全にね止まらないような状況になってますね。はい、いやもうあの止められんかったらもういくらでも行きますからね。わかりました。あ、はい、じゃ あの適度にこちらでねブチって切らせていただきますので、ね、よろしくお願いします。はい、フリーズ楽しみにしてますって言われてますね。あ、そうですね、前回引きましたからね、はい、化け物がね。そうですよね、化けでいきなり見せたんで、はい、まあでも今回のこのエウレカ2も、はい、前作と比べると、はい、そのフリーズ確率が軽くなってるんで。なるほど。もしかしたらあるかもしれない。なるほど、わかりました。今日今福店行きましたということでね。あ、もうあれですよ。ふんどし大仏さん、そこのマイカメラに向かって喋っていただいた方が。あ、そうですね。はい、そちらでお願いします。
芋福店ね、行きましたってことありがとうございます。じゃあ次はあの鶴見店の方にね、そうですね、来ていただいて、鶴見店の方にも遊びに来ていただいて、はい、まあ、一緒にエレカについてね語られたらいいかなと思います、はい、ああなるほどね、ふんどし大仏さんを捕まえて、はい、エウルカ談義とかね、もうほぼ何でも知ってますからね。本当ですか、エウルカに関しては。いやほぼ何でも知ってます、よっぽどですね、はい、何でも知ってると。はいはい、んあれ間違えた、あはいすいません、こうですね、失礼しました。ああ、はい、あすいません、はい、はい、失礼いたしました、大丈夫です。はい、鶴見店も行きましたよ数ヶ月前ということでね。 ありがとうございます。はい、いや鶴見店もね、毎日来てくださいということでね。はい、ぜひ来てください。ふんどし大仏さんもねいますんでね。そうですね、はい、設定はロックって言われてるんですけど、まあそこはね、ご想像にお任せしますということでね。そうですね、はい、はい、まあ見ていただいて予想していただくのも面白いかなと思います。はいはい、はい、ではここで、はい、またあのさっきの話に戻るんですけれども、はい、状態っていう話をしましたよね、はい、さっきあのちゃっかり格納庫ステージに行ったんですけれども、はい、格納庫もしくはこの夕方背景ですね、はいはい、ブリッジになると、広角示唆しております。なるほど、はい、で、このエウレカ2っていうのは、はい、あの前作の場合広角を示唆する状態でも広角じゃないっていうのがあったんですけれども、なるほど、これ結構あの画面優秀ですね。もうこの夕方背景になってたら広角 A、B どちらかにいる可能性が非常に高いという感じになっております。で、広角 A、B 何が違うのという話なんですけれども、はい、広角 A の場合、外れの約 7% ぐらいで転落します。なるほど、はい、で広角 B の場合こちらあのレア役で転落となっております。レア役で転落、はい、イコールそのレア役での広角抽選を必ず受けれるっていう感じ。なるほど、広角のさらに上っていう感じになってるんですね。なるほど、でそれに関してはその画面上では判別できないんですけれども、はい、その広角のこの夕方背景がですね、はい、ずっと続けば、まあ、その B の可能性が高いんではないかという、なるほど、判別ができるんですね。なるほど、まあ、前回と違ってね、画声はないということですね。そうですね、ほとんどないと考えてもらって。なるほど、ふんどし大仏木村だったのかって言われてますけどね、はい、そうですよ、はいはい、木村ですよ、木村さんですね、はい、和骨です、どうもこんばんは、こんばんは、はい、鶴見店は東京デラックス2台あるからいいよねって言われてますね。いやそうですね、東京デラックス2台ありますね。ねえやっぱり、はい、あの羽物とかも人気ありますか。そうですね、はい、でも面白いですね、もう見てても面白いと思いますもん。なるほど、はい、やっぱあの球の動きとかね、はい、そういうので一喜一憂できるっていうのはすごいいいと思います。そうですね、はいはい、設定31って言われてますけどね、設定はね31段階もないんだ、6段階しかないんだ。どうなるんですか、はい、てか寒くないのって言われてますけどね。あそうですよ、あの、はい、結構ね緊張気味なんで、はい、ちょうどいい感じになってます。緊張してるんですか。緊張しますよ。全然してる風には見えないんですけど、はい、もう水を得た魚のようとはまさにこのことって感じですよね。そうですね、エールが触ってますからね、はい、ねそうですよね、はい、はいはい、じゃあここで一、はい、回またあのモードの話をしましょうか、はい、先ほどの状態の中核、あ通常広角 A 広角 B っていう話したと思うんですけども、はい、それと別にモードっていうのがあります、はい、でモードっていうのはあのデューイモードっていう、まああのなんて言うてんですかね、チャンスゾーンがあるんですけども、そうですね、それに突入しやすいモードっていうのがあるんですよ、はいはい、でそれがこの0ゲームから50ゲームまで、はい、それ以降は100ゲームの前半っていう感じになってるんですね。なるほど、はい、だから、100ゲームから150ゲーム、はい、200ゲームから250ゲームみたいな感じで。なるほど、はい、でそれによってね、いい台悪い台とかの判別もできるんで、まあ、詳しくはググってもらったらいいかな。詳しくはググってもらう、はい、そこはググれというわけですね。そこはもうググっていい、ね、なるほど。木村カメラいるかって言われてますけど、これがね、本日はこれが一番大事なカメラですからね。そうですね、慣れてないんでね。いやいやいや、エウレカ7を愛しすぎた男の表情をつぶさに観察していく番組というね、本日はなってますんでね、はい、もうやっぱ引き次第ではもうえらいことになりますよ、ね、いやーね、その辺ぜひね、はい、お楽しみいただければなと思いますけど、もういろんなもう脳汁とかね、はい、びしょびしょになると思います。あ脳汁鼻汁すべてね、はい、穴から吹き出す映像をね、じゃあお届けしたいなと思いますんで、はい、ゲーセン基盤だと10段階設定なんですよということでね。ああそうなんですね、ゲーセンモードね、ゲーセン用に改造された機械とかねありますけどね、10段階なんですね。すごいですね、はい、前回何があったんですかって言われてるんですけど、まあね、詳しくは録画あの YouTube でキコーナチャンネルって検索していただくと録画データが全部上がってますんで、そっちで見ていただけるんですけども、まあ簡単にご説明するとですね、前回ジャグラー早掛け対決ということで、先に11台全台ペカらした方が勝ちという勝負を、キコーナ鶴見店の店長オカルト店長と、
対決したんですよね、はい、ふんどし大仏さんがね、あ、はい、途端に前回の話をすると表情が曇りましたね前回ね対決したんですけども、残念ながらふんどし大仏さんが負けてしまってですね、罰ゲームを行ったんですけども、まあ、その罰ゲームがねあまりにも壮絶すぎて心に大きな傷を負ってしまったということで、本日はその心に大きな傷を負ったふんどし大仏こと木村さんがですね、完全自己満足配信を行うことで心の傷を癒そうという、趣旨の番組になっておりますんでね、ぜひご覧お楽しみいただければなというふうに思います。キコのチャンネルなんて今日初めて知ったぞって言われてありがとうございます。はい、毎週平日毎日やってますんでね、月金で、毎週やってますんで、水曜日は鶴見店からねやってますんでね、ぜひ遊びに来てください。大仏さんはエウレカの登場キャラなら誰派っていうね、いやいい質問来ましたね。誰派ですか、誰好きですか。難しいですね。難しい、はい、はい、これまあ、僕はアニメよりスロットの方が好きなんですけれども、はい、まあ、アニメも面白いんですよ、はい、ほんでそのアニメ見れば見るほどなんていうんですかね、このキャラが好きみたいなのが言えんくなってくるんですよね。おお、なんでですか。いや最初はやっぱこの主人公のレントンっていう男の子が、ね、はい、まあこういうね、空を飛ぶリフっていうね、はいはい、やつを自由にやる集団に入りたいから入ったみたいな、はいはい、でこの女の子が好きやから追いかけたみたいな、ね、単純な話であったんですけども、はい、まあ、それぞれね、ただ好きっていう思いのために頑張っていくっていうのが、うん、それぞれにあるんですよ、そういうストーリーが、うん、はい、で見ていくと、なんか嫌いやと思ってたキャラも、うん、あ、こいついいなみたいなのが出てくるんですよね、はい、え、結局誰が好きなんですか。結局で言いますと、はい、わかりますかね、ホランドっていう、あ、ホランドね、これですね、はいはい、がおるんですけど、こいつがかっこいいですね、はい、あ、結局長々語って結局誰なんだって言ったらホランドが好きだということでね、はい、あ、わかりました、落ちました、はい、あ、大丈夫ですか。ああ落ちちゃいましたね、すいません、これあやばいですね、なんで落ちたんですかね焦りますね、ちょっと待ってくださいね。ほ、ん、なんで落ちるんだ、重さに耐えれなかった、ちょっと待ってくださいね、曲がってるし、ほ、まあ、ただ、まあ、びっくりするぐらいレア役引いてないんで、いやー、全然来ないですね、レア役。何なんですか、はい、こんな感じで大丈夫ですかね。大丈夫ですか、顔映ってますか。はい、映ってますね、はい、はい、まあ、一応ね、レア役で、はい、ボーナスとかがもちろん引けるんですけれども、はい、引かなくてもそのデュイモードっていうのに入れば、はい、リプレイ以外全てで抽選を行って、なるほど、で 50% で AT 突入するっていう激アツのゾーンはゲーム数で管理されてますので、なるほど、何も引かなくてもいける可能性あります。なるほど、で今、チェリーが止まりましたね、はい、レア役ついてないって言われてますけどね、今ようやく、はい、チェリー2回ぐらいですね。あと機械割りは 100% 超えないゲーセン基盤ということで、あ、ゲーセン基盤って 100% 超えないんですね、10段階でも。え、じゃあ10で 99. 何パーとかそういうことなんですかね。すごいですね。サウンドゲイって言われてますけど、そうです、あ、サウンドゲイの店だ、思い出したということでね、ありがとうございます。サウンドゲイの店ではない、え、違うんですか。違う違う、サウンドゲイが J です、 J の方です。サウンドゲイの店ですよね。いや、もうそれ何の店ですか。いやいやいや、見てみたいですけどね。サウンド J ってジャグラーのね、キュインキュインするやつがついたんですよ。はいはい、いや、日が初日やったんですけども、はい、前回の放送が、はい、あれからやっぱ結構好評で、はいはい、ジャグラーコーナー盛り上がってますよ。なるほど、はい、まあね、詳しくは前回の放送見ていただければなというふうに思いますんで、はい、結構閉店間際とか朝一とか目立ちますよ、はい、キュンキュン。そうですね、はい、今日もねかなりキュンキュン音鳴ってましたけどね、はい、気持ちいいですよね、音ね。いや、絶対気持ちいいと思いますよ、はい、自分の店売っていいんやったらね、はい、ぜひ来たいと思います。なるほど、よし、こんな感じでいくかな、はい、はい、で今第3テージでスカイフィッシュってやつが通ったり、はい、子供たちが通ったりしてるんですけども、これ一応モードを示唆してる演出になります。なるほど、はい、まあ、ちょうど100ゲーム前半ですね。なるほど、で、赤くなりましたよね、はい、これ規定ゲーム数到達しましたよってやつです、はい、で、まあ、一応これで、デュイモード突入確定ではないんですけれども、はい、そういう抽選はしてますよっていう感じになってます。なるほど、傷を負ったからって普通の配信していいのって言われてますけどね。はい、
ああ、いいですよ、いいですよ。はい、全然大丈夫ですよね。普通の配信をすることもあるんだぞというね、予想外の展開ということで、水曜鶴見店から本日お送りさせていただいております。いや、勘違いしなくて、これ、僕に対するご褒美なので、はい、ああ、なるほどね、はい、お客様に対しては放送してないと。自分が楽しめるためにも、まあね、僕を楽しんでる、僕が楽しんでる姿を見てもらって、はい、あ、エウレカ楽しんだ、あ、じゃあ売ってみようかなみたいな感じで来てもらったらベストですよね。なるほど、そういう感じになっております。なるほど、はい、一人って笑われてますけどね。ちょっと見てみますか、これ、はい、これちょっと周り映していただいて、はい、そうですね、奥の方まで行ってもらって、完全に一人ということでね、はい、はい、お送りさせていただいております。一人です、はい、一人ですね、完全に、はい、いやー、贅沢ですね、はい、贅沢です。このエウレカ一人で、ね、独り占めですからね。そうですね、はい、本当にもうこれはね、はい、至高ですよ。いやてか先ほどもいた店長もいなくなったっていうね、はい、オカルト店長どこ行ったんですかね、分かんないですけど、どっか行っちゃいましたね。あ、来ましたね。おで、閉まりました。これで、はい、デューイモードを突入いたします。なるほど、はい、128ゲームで100ゲームの前半ですね、はい、はい、で一応一番いいモードはその、100ゲーム後半でも突入するというモードが一番熱いんですけども、はいはい、でそことはまだ判別はできないですね。なるほど、100ゲーム前半なので、はい、で、これは先ほど説明した通りリプレイ以外全てで、抽選を行っております、はい、ただでも僕の実践経験ではそれでもこういうレア役を引かないときついのかなっていう感じはしましたね、はい、なるほど、やっぱベルとかだけじゃダメなのかな。なるほど、それでもこのレア役弱でも引けば、はい、結構今色変わったんですけど、はい、どんどんランクが上がっていくっていう感じですね。なるほど、モードアップしていくわけですね、はい、1個でも引けば。で一応さっきから弱チェリーと弱スイカしか引いてないんですけれども、はい、この弱フラグの出現率、はい、これにね注目して打ってもらったら、はい、より楽しめるのかなと。なるほど、これも詳しくググってもらったらいいと思います。そこは最後はググれというね、ググっていただいて、はい、なるほど、話が長いね。今日胸に何て書いてますって書いてあるんですけどね、胸はねデリケートって書いてあるんですよね今日はね誰が好きか一文字で言ってほしい、話が長いって言われてますけどね、はい、一文字じゃ無理、はい、誰が好きですか、誰が好きか、誰が好き、はい、あホランドね好きだって話、ね、はい、話が長いって言われてますんでね、はい、まあ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 、今日マスクはってね、まあ、オープニングでね見た後、はい、見た方は分かるんですけど、マスクはあれですよ、マスクマン、プロレスラーのマスクマンが試合に敗れてマスクを剥がされたように、はい、木村さんは心に大きな傷を負ってふんどし大仏のマスクを取ってしまったんですよ、はい、同じ感じですね、はいはい、そういうことですね、はいはい、ちょっとねコメントね読み切れてないんでどんどん読んでいきますか、はい、ほんまですか。前作のエウレカと今のエウレカならどっちが好きって言われてますよ。いや、はい、言いますけど、はい、同じぐらい面白いです。お、はい、同じぐらい面白い。ほんでね、はい、前作と比べて、はい、面白くないっていう言わはる人多いんですよ、はい、ただでも前作はボーナス&ART ですよね、はい、これ AT 特化ですよね、はい、もう全然種類ちゃうんですよ、はい、ただでも中身はエウレカということで、はい、ぜひともねその前作、はい、あ普通にこの台面白いなって売っててで、あこれ前作で見たみたいな、はい、そんぐらいの感覚の方が、はい、これ前作と違う、これ前作と違うっていう楽しみ方よりは全然楽しめると思います。普通に面白いですよ。さあ VS スピアヘッド、はい、これ一応中バトルでは一番信頼度低いんですけど、ね、なるほど、はい、まあでもこれも法則ありまして4ゲーム目まで突入したら激アップですね、というか確定ですね。4ゲーム目ではで2ゲーム目で回避、これもチャンスアップです。お、大体ね、マシューがね、やっべーってやられるパターンです。はい、そうですね。このパターンです。はい。だね。あ、これですね。はい。ね、この店、昔はボーリング場とパチ屋が一緒で、その店が破産か壊れたかで、キコが入ったって言われてるんですけど、あ、そうなんですか？あ、そうですよ。へぇー。ボーリング場ありますよ。へぇー、キコが買い取ったんだろう。今、他のナウも全部キコになったろうって言われてるんですか？あ、そうなんですね。そこはちょっとよくわかってない。裏事情までね、詳しい方いらっしゃいますけどね。僕より詳しいですね。35へぇーって言われてますね。へぇへぇへぇーって言われてますね。今日ペカの人はっていうことでね、ペカの人ってどの人ですかね、はい、ペカ泥棒さん、ペカ泥棒さんのことで、ペカ泥棒さん今日は高休日、あ、高休日でございます、お休みということでね、はいはい、しっかり休み取っていくんで、はい、一応水曜日に休み取るとかねやめていただきたいんですけどね出演者だったらねその辺も考えていただければなって気もしなくもないですけどね、もうそこら辺はもう重要なんで、なるほど、はい、あ、で、スイカ否定で、これがチャンス名、チャンス名、はい、前作やったら今日チャンス名弱チャンス名あったんですけども、はい、本作では、そういう概念はなく、
ャンス名1つだけ、はい、なるほど、ね、あこれはあの寒いですね、一応チャンスアップがあるんですけれども、大東店も元はラッキーサウンドだっけっていうことでね、元などういう店がねできて、キコーナーになったかっていう話で盛り上がってますけど、ね、キコーナー金持ってんなーっていうことでね、いや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 、皆様からのねご支持でお店が増えてるというふうにねご理解いただければなと、こんな感じでいいですか？そうですね、大丈夫ですか、はい、ありがとうございます、はい、司会なるほどしか言ってないということでね、いやーなるほどしか言いようがないですけど ね、 なるほどって書かれてますね、あのキスした人はっていうことで、ハードゲイ宮川さん、あやばいですね、ハードゲイ宮川さんの話題を振ると途端に木村さんの表情が曇るというね、もう出てこないですよ今日今日はあの僕のご褒美企画なので、はい、あの出てきたら僕のご褒美じゃなくなるんで、いやそうですね、はい、癒されたいんで僕は心の傷を癒す企画ということでね、はい、あで、今ニルバーシモードが入りました、はい、これがあの前兆ステージとなっております、前兆ステージ、はい、で一応これのね、はい、このカウンターが見えますかね、はい、あるんですけれども、これ7で、発展したら、激アツとなっております、コンパクトライブですね、そうですね、で結構大概ね、これあレアクめっちゃ落ちてきますね、おジャクチェリー、はい、大概7ゲーム超えて11ゲームとかでなんか出てくる感じが多いんで、さあ7ゲーム、はい、発展はないないです、ね、コンパクトライブ光ってはいるけどね、はい、なるほど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 って言われてますね、申し訳ないですねちょっと何言ってるか分かんないけど、サウンドゲイ今日打ちましたよってことでね、ありがとうございます、あ、はい、サウンドゲイどうでしたか、サウンドゲイ面白かったですか、あれですよね、あの、うんうん、5個ランプが光るとウホっていうやつですよね、はい、はい、そうですね、そうなんだ、はい、はい、もうそれでいいですよ、ね、ああそれでいいですか、はい、はい、サウンドゲイね、はい、手を止めた、休み取らないとお国がうるさいから仕方ないねということでね、そうですね、はい、まあね、いろいろ決まりがあるということでね、そうですね、はい、結果は映画館ということでね、バレてますねちゃんとね、映画見に行ってるし、ね、そうですね、はい、はい、忠実に再現するために努力を惜しまない、なるほど、は、はい、研究のためにね、研究のためですよ、はい、はい、はい、で今またバトル入りましたね、はい、一応タイプ G エンドということで、はい、通常バトルでは、一番熱いやつになってたんですけど、ね、なるほど、残念ながら外れということですね、はい、この上にまたあと2パターンバトル、バトルの種類はあるんですけども、はい、一応あっこから突入するのが結構多いっていう、なるほど解説はいいから早く当てろって言われてますけど ねそれはね、はい、僕が一番思ってますね、そうですよね、やべえって感じですけどね、はい、まあ、頑張って当ててください、はい、はい、大東店は1階がパチ屋2階がカラオケ店だったってこと、あそうなんだ、へえ、あそうそう、もしかしたらカドマにも寄稿できる可能性がある、カドマのラッキーサウンドが壊れた臭いって言われてますね、へえそうなんだ、あラッキーサウンドの後は寄稿内になるんですね、っていう可能性が高いっていう話なんですかね、俺すいません全然よくわかんないんですけど、そうですね、はい早くオカルトで当てろって言われてますね、エウレカのオカルトはって言われてますけど、エウレカのオカルトですか、はい、あるんですか、いやありますよ、あの清掃したり、あのまず打つ前に手拭いたりとか、はい、あの201礼とかそういうあの礼儀関係がね、あの僕の中では一番あの重視していただいて、ね、なるほど、はい、で、3連チェリー今止まりましたんで、はい、強チェリーとなっております、はい、でこれが連続予告ですね、で一応あの弱フラグでこの連続予告が発生すれば、はい、あの激アツパターンとなっております、なるほど、それが1ゲーム目で、連続予告に、連続バトル予告にね、はい、発展するとかそういうあの法則いっぱいあるんで、はい、そういうとこ見ていただくとか面白いかな、いやでも大体2ゲーム目ぐらいで出撃になっちゃうんですよ ね、はい、でマッシュ出てきてやっべーでやられて終了、はい、あ全くこのパターンですね、はい、まあ、でも一応その、AT コーラリアンモードに直撃で入る場合、はい、潜伏するパターンがねもうほぼ4回に3回ぐらいの割合で潜伏してから入るっていうパターンが多いんで、はい、まだまだありますよこれ、あそうですか、コーラリアンモード、いやー何なんかコメントで3人で O と N と2と Bo で4人か3人でなんか団結してなんか卑猥な言葉書いてるやついますけどね、何やってるの、あなるほどです、ね、何楽しいことやってるんだよ、あありがとうございます一人でやってんだと分かるけどみんなバラバラでやってるっていうね、ありがとうございます本当にね、はい、あとこれがあの違う停止系の強チェリーですね、はい、強チェリーこれいいですよ、もうここら辺じゃないですか、もう200ゲーム前半ですし、来ますかそろそろ、そろそろ来ないと逆に危ないと思いますよ、危ない、はい、
開きましたね。お、あ、これがまた違う停止系の、これチャンス目ですね。お、危険。チャンス目して、タイプジェンド。わあ、見事。はい。いや、1ゲーム目で先制して、はい、これ熱いパターンですね。で、これ3ゲーム目。どうしようはーで。ただで、はい、これで、ニルバシモード、はい、抜けずに、はい、そのまま継続して飛行モードになりましたよね。はい、これもうほぼ激アツですんで。お、そうなんですか。あれですか、その演出は見ていただかなくてもいい感じですか。もうとにかく自分が気持ちよくぶん回す感じでいいんですか。あ、そうですよ。あ、そうなんですか、はい、申し訳ございません。本日はそういう配信だそうです。はい、そうですね、あのここぞという演出来たら、はい、あのお見せしたい。あ、なるほど。そのためにもね、ちょっとあの、はい、それまでもうとにかくぶん回すと。うわー、マジですか。いやでも全然、あれ、しかもニルバシモードも抜けちゃいましたね。あれ、あれ相当なんですけどね。いやー、引き弱ですか、もしかして。これね、はい、ありますよ、引き弱。愛が足りてないんじゃないですか。そうですね、愛、はい、いやでも愛はね、足りてると思うんですよね。いや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 、仕事終わりで家に行って、はい、で家帰ってエウレコの勉強しますからね。はい、で朝起きて仕事して、仕事終わってエウレコ家に来ますから。ああ、はい、なるほどね。もう基本仕事かエウレコかみたいな感じですね。そうですね、2択ですね。ああ、2択。はい、一応このね、12月ということでクリスマスとか、はい、三が日とかいっぱいありますけれども、はい、あの全部エウレカと過ごします、僕は。いやー、完全にジャンキーにね、はい、エウレカジャンキーの様相を呈してますけども、はい、もうあの彼女に会いに行く気分でね、はい、行きますよね。エウレカに会いに行く。エウレカに会いに行く。エウレカが彼女と、はい、いやもうそういう意味ではリア充ですよね、完全に。いや全然リア充ではね、はい、リア充の意味間違えてますけどね。やっぱね、はい、一人で寂しく過ごす方も多いと思うんですけど、僕はリア充です、はい、いや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 、宝塚に072とかね、さっきやったわって何の話だよ、何をやったんですかね。米が関係なくなってきたってこと。力を込めてフリーズってことでね、フリーズね、ぜひ見せていただきたいところですけどね。いやでもフリーズもね、通常時ではかなり引く難しいんじゃないですかね。お、確率どれくらいなんですか、フリーズ。一応4000分の1なんですけれども、4000分の1、それが、はい、ほぼあの高レベルモード入ってないと難しいんですよね。お、そうなんですか。というのも、押し順なしリリチェからがフリーズにつながりますので。なるほど。なんだこれ、赤枠、赤枠で外れましたね。今これなんかあるんですかね。どうですかね。も僕も見たことないやつです。明日鶴見は暑いのって言われてますけどね、まあ明日が暑いとか明後日が暑いとかね、そうですね、その辺はね、はい、明言できないような決まりになってますんで、はい、まあ、ご想像にお任せしますとしか言いようがないんですけども、まあ来ていただければね、いろんなね機種、面白い機種ありますんでね、ぜひ遊びに来ていただければなというふうに思います。はい、ゲイが足りてないって言われてますね。いや完全にそうですね、これちょっとゲイが足りてないんで、ゲイは足りてます、引きが弱いんじゃないかなって俺も思いますんでね。ちょっとそんなことなんて、また来週もあのエールが打たないといけなくなる。宮川さんとかもしいらっしゃったら、はい、呼んでこようかなと思って、ね、いやいやいや、はい、それはもう大丈夫です、間に合ってます。あ、そうなんですか。はい、あ、そうなんです。それすると、はい、また癒されないといけないんで。いや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 、はい、癒されて傷ついての繰り返しになるんで、はい、刺激が足りてないから、はい、いい役、子役引けないっていうかね、可能性はありますんでね。あ、で、あの飛ばしちゃったんですけど、これ、はい、あの1ゲーム目超えたら結構熱いんですよ。お、そうなんですか。これ3ゲーム目なんですけど、はい、こっからニルバシュモードに入るんじゃないですか。これで撃墜。ありがとうございます。お見事、やっとですね。そうですね、やっとです。いやー、高ラリオモード直撃ですね。高ラリオモードですね、はい、これでもあのいい台悪い台ありますんでね。なるほど、はい、いやー楽しいですよ、ここから。今見てる限り面白くなさそうだがとか言われてますけど、今から面白くしてくれるでしょうということで、ようやくね見事、はい、AT 高ラリオモード突入ということで、昨日のトモ様面白かったよってことで、 ありがとうございます。大東亭のね、昨日の放送を見ていただいて、はい、ありがとうございます。はい、で、一応このコーラリンモードについてなんですけれども、はい、順号 2.8 枚の AT となっております。はい、で、上のミドルレンジって今書いてますよね。はい、どの、コーラリアに近づいていくほど、近距離になっていくほど、はい、エアリアルラッシュに突入しやすくなるという感じになっております。エアリアルラッシュとは何ですか。上のストッカーゾーンですね。あ、なるほど、
暑いかもしれないが暑くなるのが5年後10年後ってそんなことはないですけどね。5年後10年後ってことは、あ、ことはないっていうかね、ことがあるとかないとかっていうのも含めて言っちゃダメってなってるんでね、はい、難しいところなんですけど、はい、とりあえずエウレカは入れてるだろうとか言われてるんですけどね、まあ何が入ってるかとかはよくわかんないですけど、ね、機種は入ってます。機種は入ってます、はい、エウレカはね全部で6台入ってますんでね。でも毎日エウレカ打てばいいと思います。あ、そうですね、はい、はい、それはそうですね、はい、エウレカ好きな人にしてみればね、はい、はい、MC は誰、気候が関係者、イケボやな、濡れるわ男やけど、ね、いやーやめとけ、ゲイが来てますね、ゲイが、あ、なんかそういうの集まる感じになってますから、集まってる放送になってますけどね。MC はね、私酒パーの松浦がお送りしております。MC はなるほどさんということで、あ、いいですね、じゃあもう、ま、なるほど松浦っていう名前でね、みんなに呼んでいただければと思います。設定はお察しということでね、はい、お察しください。まあでもどうなんですかね、コーラリアモード直撃なんで、はいはい、その辺で皆さんでね予想していただくのも面白いかなとは思います、はい、で、今ですねこの気分カウンター光ってるんですけども、はい、マチビ7になるとこれがあの赤発光します、はい、あ、する時があります、はい、赤発光したらモードアップ抽選を行っていると、はい、これですね、はいはい、で、レインボーだったらもちろんボーナスオアエアリアルラッシュという感じになっております。あ、レインボーゲームスがレインボーで光るパターンもあるんですか。はい、そうなんですよ。で、まあ結構この存在を知らない人が多かったので、はい、一応ね伝えておこうと思いまして、はい、はい、で、これ一応レア役ですね。はい、ゲームしてきやすいということでね、いやいやゲームせずに見てくださいよ最後まで。あ、さあスイカ、スイカからチャンスで何もなしですね。あ、まあでも、はい、これでもモードアップありますんでね、はい、全然連続攻撃されてますね。まあ、今でも一応3段階中の2段階目にはいるという感じですね。そうですね、はい、タバコ買ってきますということでね、あ、気をつけてねコンビニさん、外寒いんでね買ってきてください。フラグ、ね、はい、今日ジャグラーはということでね、まあ、今日がどうこうとかっていうのは特に言えないというかないんですけど、サウンドゲイがねいい仕事しててですね、はい、もうお客様ね気持ちよさそうに、ジャグラー打たれてましたね今日もね、はい、はい、サウンド J ですからね。え？ J です。いやもうゲイでいいんじゃないですか。ああ、サウンドゲイで、くそー、はい、ウホって言うんでしょ。いや言わない言わない、ボーボーランプが光った瞬間にウホウホって言う。全然響かないでしょホールに。そういうねサウンドゲイが設置されてますんでね、ぜひね気候な、鶴見店遊びに来ていただければなというふうに思います。うわー、このまま終わりそう。残り何ゲームですか。残り2ゲームです。2ゲーム、はい、特に何もなく単発終了。レア役は引いてるんですけどね。スイカが1回ぐらいですか、はい、あーっと終了。なるほど、地味な見せ場、はい、小山一つという感じですか。そうですね、はい、まあでもこのセブンカウンターが、いや今ゼロになりましたね。なるまでにレア役引いたらもう復活なんですよ。なるほど、はい、結構そこら辺も化け物語と近いんですけどね。あ、はい、はい、罰ゲームって言われてますけどね。もうやめてくれ。だからそういうのは癒し会なので、本日は。本日は癒し会なので、はい、まあね、前回の罰ゲームで心の傷を負ったふんどし大仏さんが、心の傷を、エウレカに癒してもらう配信ということでね。はい、そういうことです。はい、エウレカセブンを愛しすぎた男の完全自分用配信ということで本日お送りさせていただいておりますけども、まあ、だとしてもねちょっとね見せ場作っていただかないと。そうですね、はい、見てる方がね、はいはい、納得できないですよね。おチェリー、まあだからジャクチェ、ジャクスイカがよう来るんですよ。はい、で一応そのジャクチェ、ジャクスイカ以外、はい、いわゆる強フラグですね、はい、強チャンス名とか、強スイカ、強チェリーの出現率、はい、もしくは突入率、はい、これにはあの大の吉原氏っていうの関係ないんでね。お、設定差はない。まあそうですね。まあ、もうっていうよりもあのジャクチェリーの数を考えてくださいよっていう。なるほど。ふんどし大仏彼氏はって言われてますけど、彼氏はいらっしゃいますか。彼氏はもちろんいないです。はい、あ、え、はい、いないんですか。いないです、いないです。え、宮川さんは？宮川さんは分からないですけども。ハードゲイ、いやいやいや、ハードゲイ宮川さんが。はい。ふんどし大仏さんの彼氏ってわけではないんですか。それはならないです。あ、そうなんですか、はい、それは絶対ないです、はい、ねえ彼氏いるんでしょって言われてますけどね。彼氏はいないですよ。え、いないんですか。いないです、いないです。
あ、これ宮川さんかな、なんかね、彼氏いるんでしょって聞いてきてるんです。いないです、いないです。何やってるんですか。あ、そうなんだ、はい、じゃあね、あ、これを見ていらっしゃる全国のゲイの方々、はい、今この画面に、ね、映ってノリノリでエウレカを打ってるこの人は今フリーということでね、はい、はい、ぜひね、交際申し込み等は下のここにメールアドレス出てると思うんですけど、はい、メールアットマークキコーナ 57pworld.jp の方にね、はい、ふんどし大仏と交際希望というふうに書いてメール送っていただければ、はい、漏れなくキコーナ鶴みたいな会員になる、メール会員になることができるというねシステムになってますので、そうですね、はいはい、ぜひねメールバンバン送っていただければなというふうに、はい、メール会員募集中なのでぜひ、はい、お願いいたします。はい、お願いいたします。主は鶴見店に行けば働いてるのということで、はい、キコーナ鶴見店で、まあ、マジレスするとですね、主任さんなんですけど、はい、いや、キコーナさんってね、本当ね、変な法人で、脱ぎたがるか、顔に脱ぎたがるか、コスプレしたがるかみたいな、ね、はい、感じで、変なことをする人ばっかりなんですけど、この人、一応ね、真面目な主任さんということでね、キコーナ鶴見店で働いてますんで、ぜひね、遊びに来ていただければなというふうに思います。チャンスって言われてますね、彼氏がいないっていう発言でね。いや、いいですね、ゲイの方が反応してますんでね。むしろ僕がピンチなだけです。いやいや、大チャンスなんでね、はい、どしどしメールいただければなと思います。はい、はい、レントンミーケということでね、はい、本日はエウレカセブン2、西日本で一番エウレカセブンが好きな男、はい、ふんどし大仏が、完全自己満配信するというね企画になっております。ただまあ全然何も引いてないという、いやー、はい、ちょっと愛が足りてないですよね、どう考えても ね、 そうですね、愛が通じてないです ね、 ね、いやいや足りてないですよね、愛がね、いや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 、はい、裸でって言われてますけど、ホールの中で裸で接客することもあるとかって言ってましたよね、なんかね。はい、ありますよ。はい。いや、普通に、はい、ありますよ、とかって、はい、言ってますけど、全然普通じゃないですから、それ。はい。いや、はい、じゃあ、ぜひ、脱いで働きたいという方は、キコナ鶴見店にね、はい、面接来ていただいたらいいと思います。面接、はい、脱いで働きたい、脱いで働きたい。そんなやついないでしょ。自由に働きたいという人は来ていただいたらいい。そんなやついないよ。何のために脱いで働くんだよ。いやー、いい会社ですよ。いやいや、脱ぎたいの。露出鏡。開放感が、ね。露出鏡。開放感が半端じゃない。こいつゲイじゃないけど露出鏡だったみたいな感じですね、明らか。寒くないって言われてますよ。もう全然寒くないですよ。全然寒くない、はい、いやー、絶対寒いでしょ。全身ウップって言われてるんで、ちょっとだけじゃあ今、通常なんで、ちょっと全身見ていただけますか。はい、こんな感じですね。はい。いや、やめてください。はい。ふんどし大仏さん。はい。はい、もうほぼ裸で、ほぼ裸ですね。それあれですか、なんかポロってこぼれたりとかないんで大丈夫ですか。あ、それないですよ。本当に、はい、ちゃんとそこら辺は配慮しておりますので、はい、プロテクターがあるわけですね。あ、ありますね。なるほど、ポロリプロテクターはちゃんと装着されてるということでね、はいはい、もう何回も試行錯誤を繰り返して。あ、なるほど、はい、まあ、さすがね。たまにはダメかと思った時もありましたけど。なるほど、はい、伊達に脱いでないと、はい、いうことですね。ご迷惑はおかけしませんとね、はい、いう、ハイテク仕様になっておりますんでね、はい、チ、はい、って言われてますけどね待ってることないでしょ、はい、まあ、本当にね、服着てるときと着てないときが半々になりつつあるっていう、はい、そんなに徐々に近づいてきてますよ、やっぱりじわりじわりと。ほぼ裸っていう意味ですよ、はい、それ、はい、もう月1とかやったのに、なんか徐々にね、はい、こういうのとかやってたら、はい、どんどん脱ぐ回数増えてきましたよ、やっぱり。いやー、そうなんですか、はい、いやー、ひどい店ですね、本当にね、はい、素晴らしいですよ、素晴らしい。あ、まあ露出鏡にとってはね、素晴らしいかもしれないですけどね65歳でも面接受かるって言われてるんですけどね、まあ、65歳でもね、脱ぎっぷりが良ければ多分受かるんじゃないかなと思いますんでね、はい、一回ちょっとね、遊びに来ていただいて面接受けたいんですけどって言っていただければね、はい、まあ、ただ気をつけてほしいのは、脱ぐだけが仕事じゃないということをね、はい、ぜひ覚えておいていただきたい。じゃあ脱ぐ以外にどんな仕事があるんですか、キコーナ鶴見店では。あれ聞こえてます。何今暑いやつ来ましたね、はい、あ、暑くなったらもう、はい、これかなり暑いですよ。暑い。何引いたんですか今。あ、スイカ外れのチャンス目ですね。スイカ、はい、で、まあ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 、はい、第3段階まで行ったんで、はい、これは当たると思うんですけどね、今日の引き次第では分かんないですよ僕。いや、さっき外してますからね。あ、これ暑いですよ、はい、レンレンス。お、レンナイス。あっと、いや、でもまだ分かんないぞ。アネモネの豪商派、こっから食らって、う
うわー、復活ない、残念。うわー、マジかー。 MC の人彼氏はということでね、私はね残念ながら今は彼氏はいないんですけど、私は完全のんけということで、はい、あのね、でもね俺ホモに本当にね好かれる顔をしてるみたいで、あのゲイバーでちょっとしたレイプに合いそうなこととか結構あるんでね、本当に困るんですけどね。いやでもそれは分かりますわね。いやね、そうですよね。ふんどし大仏さんもゲイに好かれる顔ではありますよね。確かに。いや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 、そんなことないですよ。いや、同じですよね。はい、ね、財布がないって言われてますけどね。いや、じゃあ財布見つけたらね、ぜひね、キコーナー鶴見店の方に遊びに来ていただければなと思います。全、はい、裸なら店行くよってことでね、全裸というか、まあ、ふんどしなんでね、はい、ふんどしよりももう一枚も剥ぎ取れっていうことですかね。セッションもええとこでしょ。全裸になるんだったら来るということで、じゃあ一応店長の方に報告しておきますかね。そうですね、はい、全裸なら一人お客様が来るっていう確定みたいなんで、ああ、なるほどです、ね、はい、どうしますか店長みたいな感じで。いや、あの、やめときましょう。あ、やめときましょう。もしもゴーサイン出た時がね、はい、ゴーサインが人そこまでして一人のお客様を来ていただきたいという、はい、もううちそういうスタイルなんで、可能性がある、はい、もう一人のお客様と、やばい店ですね、お客様を大切にして、はい、でそういうお客様があの集まっている店なので、なるほどね、はい、いや怖いですね。今来た今日何やってるんということで、本日はですね、エウレカ7の配信なんですけれども、はい、まあ、前回のね、ジャグラ早掛け対決の罰ゲームで、心に傷を負ったふんどし大仏さんが、はい、大好き大好きすぎてやばいぐらい西日本で一番大好きだ、エウレカが好きだという、エウレカ7を打ってですね、自分の心を癒そうという配信になっておりますね、はい、ぜひお付き合いください。はい、はい、ということで、はい、これが、はい、これはジャクちゃん、ジャクチェリーからの連続演出ですか。連続演出お、これ何、次回予告。はい、これはね、はい、しかも前兆から入ったんでね、ヘルタースケルター、いいですよね。姉もね大好き、ベントーンって言われてますね。いや僕も好きですよ。デビル大蛇って何ですかね。デビル大蛇、ちょっとデビルフィッシュですか。ああ、デビルフィッシュって意味かね。ですかね。さあ、次回予告の後ですぐ当たらずにいきなり一応対決に行くんですか。はい、そうですね。なるほど。スピアヘッド。まあでもこれはカットイン、はい。なるほど。あとコーラリアン。おーっと、ボーナスではなくいきなりコーラリアンですね。なるほど。はい。なるほどですね。はい。新手のブラックヤがあってね、まあそういう会社は完全にブラック企業だと思いますけどね、はい、この人ローソンで見たって言われてますね。やばい、面が割れてますよ、大丈夫ですか。はい、いや、あるでしょ、それは、まあ、それはありますよ、ね、僕もあれもあるしね、はい、チューチェまだということでね、中段チェリーはまだ引いてないですよね。そうなんですよ、中段チェリーはね、はい、まだなんですよね。中段チェリーあの前作より引きづらくなってるんでね。これ確率どのくらいとかって分かりますか、数字。確率がちょっとわからないですね。はい、そうですね、じゃあフリーより上やったんですよ、多分。あ、そうですか、はい、そんなに貴重なんですか、中段チェリー。重いですよ、というか、多分フリーズが軽いんですけどね。ああ、なるほどね、はい、でこれですね、ボードゲットでエアリアルラッシュ突入ということで、はい、さあゲットできるか。おお、できなかった。できなかったですよね。まあでもまあ、ロングレンジからのチャンス目で、はい、多分今なったんでね、はい、まだまだ。さあ、またジャクチェ、はい、やっと当たり早うということでね、ようやく2回目ですけどね、一応。そうですね、はい、コーラリオンモードをいきなり通常時からコーラリオンモード直撃という形で、はい、全く同じような展開になってますね、はいはい、チャンス目からって言われてますけど、何ですかね、チャンス目ですか。おそらく、チャンス目の途中で弱点引いたんですけど、おそらくチャンス目やと思います、はい、なるほど。チャンス目で前強入って、そこから発展で当たったんですね、はい。あ、1人、プレミアム会員様がコミュニティ登録していただきました。ありがとうございます。いやー、いいですね、はい、自己満配信をしながらプレミアム会員様がコミュニティ登録していただけるという、ね、いや、ほんまですよ、謎展開ですけども。僕も最低限喋って売ってるだけですからね、これ。いやー、いいですね。いやどうですか、心の傷は癒えていってますか。いや、もうやっぱね、相当癒えてきますよ、はい、相当癒えてきた、はい、あ、楽しいですね、この AT 中がさらに。 AT 純増枚数でいうと一応何枚ぐらいでした。2.8 ですね。
2.8、はい、もうで前作は 1.3 やったかな、はい、でほぼあの ART 終わっても獲得枚数0枚とかザラにあったんですけど、はい、これもちゃんと増えてくれるんで、はい、かなり楽しいですよ。そうですね、はい、まあ高純度 AT と言ってもいい枚数ですよね、うん、はい。で、今セブンカウンターが赤に発行しましたよね、はい、これで、規定回数の規定回転数に到達したという感じになってます。はい、はい、これですね、はい、さあ強く赤く光って、はい、モードアップ、モードアップ、はい、でお、この近距離まで行くとほぼ確定ですよね、はい、お、そうなんですか。ほぼ確定言い過ぎかな、殺せとっか、はい、やりやるラッシュ、はい、入りますよ。見ていただけるかと思いますよ。お、というのもあのチャンスダウンがないんですよ、モードダウンがないんですよ。あ、もう上がったら上がりっぱなしなんですね。上がりっぱなんですよ。なるほど。でモードアップケーキが、はい、あれですね、ボーナス、はい、でモードダウンケーキが AT になってるんですよ、うん、なのでやめるのであれば、あ、やめるのであればっていうか、あのこの連チャンが終わるとすれば AT5 なんですよ、ね、うん、なるほど。でここでズカズカそのボーナスを引いて、うん、ボーナス引いて AT 引いて AT でボーナスリンクでボーナスを引くみたいな。なるほど、ループさせればということですね、はい、モードいいやんって、ね、言われてますね、はい、あ、来ましたね。続いて2人の方がコミュニティ登録いただきました。ありがとうございます。さあボードこれをねぜひともね、はい、見せたいね、はい、使う、これを取らないと見るか、何も始まらない。あーっと取れない、マジで。いや、まあ、でもあと9ゲームいけるぞ。はい、確定とかって言ってたけど、いやいやいや、今のでいかない、まあ、大丈夫、まあ、確定ではないですよ、確定ではない、確定ではない、はい、確定ではない。でもほぼほぼいくって感じなんですか。ほぼほぼいきますよ、はい。いや、まだまだね、でもチャンスまだあるんでね。詳しい解説あざーってことね、ありがとうございます。いや、でもやっぱね、一番面白いところは、はい、ここからあのエアリアルラッシュ入れて、はい、エアリアルバーストっていうやつがあるんですけど、さらにその上ですね、はい、見せていきたいんですよね、はい、そうですね。勉強してきたのということでね、まあ、勉強というよりは、ね、エウレカが西日本で一番好きと豪語してるぐらいですからね、はい、いや、こんぐらいはもう全く雑誌とか読んでないんですね、はい、おーっとーエリアルラッシュー、きたー、気持ちいい今の、見事上乗せ特化ゾーン突入、見ました、今の入り方。いやー、ちょっともう完全ダメかと思うね、これですからね。ですよね。はい。キヤキヤさせてからって感じですね。行、うん、きましょう。では、はい、エアリルラッシュ、これ、ベルをね、ガンガン取っていくんですけども、はい、ベルを連続で取るほど、はい、ゲーム数がどんどん上乗せされていくコンボみたいな感じでね。なるほど。はい。まあ、見てもらえた方が早いと思うんで、はい、ベルをバンバン引いていきましょう。はい。さあ、プラス5。さあ、またベルで、プラス5。2コンボ。2コンボ。あー、リップ残念。あ、来た。おっと、はい、僕はね、はい、強く右左中をね推奨しております、はい、これ前作からずっとね僕ね、はい、右左中しか押してないですから。なんかそれ確率違ったりするわけではないですよね。変わってるわけではないです、はい、ただ僕は右左中しか押したことがないです。オカルト行きましょう。はい、右これね、はい、このテンスゲーね、ー左、はい、前作やったらこの時点でかなり激アツなんですよ、はい、ただ今作下段にリプレイが止まるんですよ、ね、残念。これ、はい、これあーっと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 ちょっと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 何今の、何今のなんやねん、ちょいいやーっと今ハプニングですね。何ですかね今の、完全に油断してましたね。いやー恐ろしい、そんな鶴見店なんということでしょう今。ちょっと大丈夫ですか、完全に油断してましたね。いや俺も気づかなかったから、俺マジでちょっと焦ったんですけど、大丈夫。いやいやね、いいですか、画面外から来て、はい、襲いかかる、はい、一体誰が得をするのか、一体誰が得をするのかを、もうほんまに教えていただきたい。恐ろしい。いや、もうあれもう被害者しか生まれてないからね、これ。いやー怖いですね、この店。
これがね、はい、これがあるんですよ、ね、はい、じゃあ大丈夫ですか、ちょっとまだ混乱が収まってない感じですけど、でもちょっとバッ、なんか交通事故に当たる。いやー、台本じゃないよ、俺聞いてないもん、これ完全に台本じゃないですからね。いやコメント欄異常に盛り上がってますけど、本人マジでびっくりして、俺ちょっと本当になんか強盗とかなんか、いや完全に気配が分かんなくて、いきなり視界の中に赤いのが入ってきたから、なれって思ったら、いやー恐ろしいですね。水曜日っぽくなってきたぞって言われてますけどね。いやー怖いなー。大丈夫ですか？大丈夫じゃない、放心状態ですね。いや大丈夫ですよ、大丈夫です。いやでもね、はい、でもおかしいと思ったんですよね、はい、まあ普通にエウレカ歌してくれる、はい、うん、なるほどな、はい、だいぶ照れてるって、照れてはないね、完全に照れてはないよ、はい、完全に心が壊れてますけど大丈夫ですかね。照れてはない、はい、顔色やばいって言われてますけどね、うん、はい、怖かった、こ、ね、ちょっと怖いですよね、あの登場の仕方はね、うん、はい、いやほんまにね、あのね、いやー確実に言った顔です、ありがとうございましたって言われてますいやーすごいですね、まあ、喜んでもらえるんやったら、はい、まあ、せめていいですけどまだね、いや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 、ちょっと俺も本当にびっくりしましたね、しかも颯爽と去っていきましたからね、はい、いや恐ろしい店ですね、はい、貴重な鶴見店分かってるな、変なん来たよ、あれキスって、怖いゴリラ店長って、店長じゃないですよね、あれハードゲーム宮川さんって、あの人もあれですよね、役職、はい、そうですね、あの方が、はい、主任、僕の上司になります、え、上司なんですか、上司になります、上司がね、はい、ハードゲーという、はい、ことでね、幸せですね、はい、大丈夫ですか、はい、大丈夫ですよ、はい、はい、これですね、これが、じゃ気を取り直してね、はい、結局2コンボしかできなくて20ゲーム上乗せ、はい、ってなって、それでボーナスリンク VC10 っていうのが出てるんですけど、はい、これが一応熱いです、もうほぼ 80% ぐらいの、こんな熱いんですか、ライドはありますんで、アゲハタイ、はい、これいけると思うんですけどね、まあ、でもなんせ 20% やったんで、はい、まあ、まだ油断はできないのかなと思うんですけど、あーやっぱあかんかったか、おーマジで、今日はちょっとあまり引きとしては良くない感じですか、そうですね、いやかなりあれで外したことなかったんですけどね、僕はねえ、まあでもやっぱねエアリアルラッシュ中に、はい、まあやっぱ事故があったんでね、はい、ちょっと集中しきれてなかった、いやー完全に乱されましたね、そうですね、はい、おい元気出せ木村って言われてますけどいやーゲイの店ということでね、はい、はい、ゲイが出没する、はい、サウンドゲイの設置されてるお店ということで、ね、はい、貴重な鶴見店遊びに来ていただければなというふうに思います、はい、そういうお店なんですかということでね、はい、そういうお店です、まあはい、そうですね、そういう店です、はいはい、裸がいたり、ゲイがいたり、はい、サウンドゲイが設置されたりっていう店ですんでね、はい、でまあ、大体そんな感じの店だと思っていただければ、はい、はい、目に見えてテンション下がってるかなって言われてますけどね、いやいやいや、はい、まあご褒美がね、ご褒美がっていう感じですよね、はい、いやね、前回の心の傷を癒すために本日は、大好きなエウレカを自由に打つというね、はい、企画だったんですけどね、まさかね、ハードゲイのテロが発生するとは思ってなかったですね、いや俺も本当にびっくりしたほんまにびっくりした、いや行きたくねえ、ホモーって言われてます、ボトルいくらって言われてますけどね、ボトルはねえ、ボトルはねえ、ボトルはねえけどパチンコパチスロいっぱいあるから遊びに来てって感じですね、そうですね、はい、30円じゃない、ボトル30円っておかしいだろさあ、一応ね、はい、上乗せ特化は見せたんですけど、大して乗らず、はい、あっさり単発終了ということで、はい、いやというのも、なんか全然ボーナスがね、引けてないんですよね、はい、そうですね、うん、その AT 中のボーナスは、はい、子役引いたらもう上乗せ確定とか、はい、まあ、そういうボーナスも上乗せに対して結構絡んでくるんで、うんうん、ボーナス引かないとね、ダメですね、いや AT だけでは厳しいという感じですかね、はい、それがなんか前作と似てますよね、なるほど、はい、ゴスローあるって言われてるんで、あるよって教えてくれてる方いらっしゃるんですけど、ゴスローは何体ありますか、
あ、ゴスロー88。88台。あ、じゃあ嘘つきました。44台。44ですね。え、何何 ?44 です。44台。ここね、はい。ありますね、いや、その間違い方何なのかよくわかんないゴスローは44台あるということでね、はい、はい、ぜひ遊びに来ていただければなというふうに思います。もうゴスローもね結構面白い台ありますよ、はい、お、なんか おすすめという、はい、おすすめって言っちゃダメだな、どんな機種があるか全部は説明できないんでね、なんかありますか。そうですね、そうですね、はい、戦国嵐とか。お、戦国嵐、はい、まあ、なんかそういうね、なんかはい、まあ、マイナーっていうか、はい、よくできてるんやけどヒットしなかったやつとか。なるほど、はい、そういうのが結構ギュッて集まってるんで、ちょっとマニアックな機種とかね、はい、1日遊べると思いますよ。なるほど、はい、僕も来ていいんやったら遊びたい打ちたいような機種結構ありますからね。あ、そうですか、はい、縁起悪い数字って言われてますけどね、ゴルゴ13戻してって言われてますけど。あ、ゴルゴ13ね、ゴルゴ13も面白いですよね。あったけど撤去されちゃったってことなんですかね。そうなんですよ。あ、なるほど、次々ねいいやつがあるんで、はい、はい、どうしてもね、ブラックラグーン最高って言われてますね。最高、いいですよね。はい、ブラックラグーン面白いですよね。面白いです。はい、エウレカ1置いてるって言われてますけど、エウレカ1はもうないですね。前の方のエウレカですよね。はい、限定切れてますんでね、もうね。はい、面白いんですけどね。はい。あ、何も引いてないのに行きませんね、全然。バジの1はって言われてますけどね、バジの1はないでしょう。まあないでしょうっていうかね、まあ置いてないですね。はい、あのね、酒パワーがね土曜日に放送させていただいてる京都のねダブルマックスってお店あるんですけど、そこバジの1あるんでね、へー、はい、ぜひ遊びに来ていただければなと。初代バイオあるなら行くぜって言われてますけどね、初代のバイオもないですよね。面白かったですよね、はい、フォースリール、ね、そうですね、山下の、まあ2回ね、次はメーカーね違いますけどね、はい、はい、初代のバイオもなかなか面白くて、まあ、結構ヒットした記憶ありますけどね、はい、さあここから来る当たるって言われてますけど、どうですかね。いや、どうなんでしょうね、やっぱこのボーナス後っていうか AT 終了後っていうのはガセもあるんでね、はい、一応8点も12回で発展したんで、はい、まあ、これ信頼度でいうとあんまりないと思うんですけど、ね、そんなに強くはない。強くはない。なるほど。あ、まあでも継続したんでこれはいいですよ。これは一桁台ですね、なってるんで、まあ言うて先外しましたけどね、これ対決で負けてもニルバシモードが継続するのは熱いという感じですかね、はい、そうですそうです。逆のパターンもあるんですよ、この、はい、対決負けて17ゲーム超えても、はい、その飛行形態にならない時とかはこれもほぼ確定っていう法則がね、はい、あるんで。あれ嫌だった4ボタンってことでね。ああそうですか。もう山下のフォースリールね、なかなかこう出目を作るために結構こう工夫してね頑張ったなって感じで面白かったんですけどね。そうですよね、はい、何時まで打つのってことで、一応ね本日ね番組的には1時50分ぐらいまで、はい、はい、打たせていただいて、一応2時まで放送させていただく予定になってますんでね、ぜひ最後までお付き合いください。はい、もうここからね、はい、激アツの貴重な演出をねバンバン見せていくんで、はい、お、はい、なんか今出てますけどこれ何ですか。これ連続演出、プチボタンを伴うやつですね、マックスベッドボタンを伴うやつで、はい、これかなり熱い演出。お、お前は本当に信じてるものは何だ。僕の好きなホランドです。いやー、ホランド、それがレントンたちとの約束だ。コンパクトライブの黄色、さあまたボタン、まあ演出自体は熱くないんですけど、はい、まあ連続演出プチボタンためらってるんで、うん、これはいけるとね思うんですよね。いける、出雲館落とせるか。さあ打ち合いで、ね、おっと、ありがとうございます。見事撃墜、ヒロシって言われてますね。ヒロシですね、はい、はい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 、これ渋いんですよ。これ続編の、はい、エールカセメン AO っていう、はい、アニメがあるんですけども、はい、大きくなったレントンの声がまたこのホランドの声なんですよね。あーと、またコーラリオンモードですね、はい、で一応これがコーラリオンモード当たって、はい、抜けてまたコーラリオンなので、はい、これはモードで当たった可能性もあるんですよ、ね、おー、なるほど、モードというかループですね。あ、ループでね、はい、やっぱ前歯ないよねって言われてますけど。え、バレてました。ふんどしダイブさん前歯ないんですか。そうなんですよ、前歯ね、狩り歯なんですよ、はい、僕。え、そうなんですか。はい、だからさっきからね、狩り歯外れないように外れないように気をつけてね喋ってるんですけど。いや、全然わかんない。え、ちょっといいってやってもらって。ああ、ちょっとあれですね、白いこれね、色がちょっと、はい、これ狩り歯なんですよ、はい、え、はい、なんで前歯
取れちゃったんですか。これね、はい、いやめっちゃ聞いて得する話じゃないと思うんですよ。あ、そうなんですか、はい、取ってって言われてますけどね。取れるんですか、はい、あー、なるほど。へえ。ほらね、こうなるでしょ。ふーんって感じですけどね。そうなんですよ、はいはい、いやなんかね、痛くない歯医者が、はい、僕当時奈良に住んでたんですけど、はい、大阪からやってくるみたいな、あいう話があったんですよ。痛くない歯医者が、その有名な歯医者さんがあって、はい、そこが全く痛くないっていう評判で、はい、大阪からお客さんが来るみたいな、はい、へー、待ってたんですけど全然来なくて、はい、で結局カリバになっちゃったんですよね。何、ま、待ってたけど来なくて、その痛くない歯医者さんが大阪にあるという話が、はいはいはい、はい、奈良にいる時にあったんですよ、はい、大阪にある、はい、はい、だからもしかしたら奈良の方にもやってくるんちゃうかと、そういう病院が、はい、ああなるほどね、はい、あ、奈良に出店するんじゃねえのみたいな、はい、待ってたんですけどね、はい、いや大阪まで行けばいいんじゃないですか。まあ、そうなんですよね、まあ、やっぱ忙しかったんでね。ああ、なるほどね。当時僕前作のエール化を打つことにね、忙しかった。ああ、当時はね、はい、ああ出なさすぎて客に投げられたんでしょってことで、ね、言われてますけど、そんなことないですよね。はい、はい、そんな乱暴なお客様や不幸なお客様いらっしゃらないですかね。はい、大丈夫ですよ。はい、前歯外して打ったらいいんじゃないのって。なぜ前歯外して打つと継続するというって言われてますけどね。いや、前歯オカルトですね、これ完全にね。そう、やってみましょうか。はい、前歯外して打つとペカルって言われてますけどね。ペカリはしないです。ペカリはしない、はい、いや今前歯取りましたね。ちょっとカメラに向かっていいってやって、あーちょっとあれですね、隙間が見える感じですけどね。全然でもそんな微妙な感じですけどね。さあ今ね、前歯という高速具を外して、はい、いよいよ本気モードということでね、解き放たれますよ、ね、はい、ただね、ま、これね、外したら喋りづらいんですよ、めっちゃ。あ、そうなんですか、はい、へ、空気がねやっぱ抜けていくんで、あ、ちょっと若干喋り方が変わった感じですね、はい、はい、まあいいんじゃないですか、なんかね特徴的な喋り方で、まあそうですね、はい、シュパシュパ抜けていくんですよね。あ、シュパシュパ抜けていく、はい、あ、なるほど。でこの AT も全く何も起きないまま抜けようとしてますよ、これ。今何枚くらいなのって言われてますけど、下皿ぐらい、下皿いっぱいぐらいですかね。いっぱいもないな、下皿半分ぐらいですかね。まあでもそういうね、はい、獲得枚数っていうよりもこの、はい、このゲーム性をね楽しんでいただきたいと思います、はいはい、あ、エウレカセブンのね、はい、あ、まあ、それぐらいエウレカセブンが好きだと、はい、エウレカセブンを愛しすぎた男の完全自分用配信ということで、はい、本日はハードゲイ宮川さんに受けた心の傷を癒す、エウレカ大好き男の自分用配信という企画だったんですけども、まさかのハードゲイテロが発生してですね、本日も残念ながら心の傷を癒すことはできずということでね、はい、はい、あ、また途端にね表情が曇ってね、暗くなるという感じですけどもね、思い出したくもないという感じですかね、はい、もうまさか、はい、結構真新しい先週の記憶ですよね。いやまさか今週でまた植え付けられると思うんか。そうですね、はい、まあ、唇の感触はね、忘れないうちにもう一度やっとこうという感じなんでしょうかね、はい、プルプルしてるんですよ。プルプルしてる、プルプルしてるんですよ。いやさすが上司ですね、ほんまにね、はい、ツル、はい、体張るなって言われてますけどね、はい、いや体張るつもりはなかったんですけどね。上乗せだ言うてますわ。そうですね、弱チェリーから上乗せ、何ゲーム？おーっと、でかく来ました、40ゲーム。ほんで、一応ね、この直撃上乗せの前に、はい、あれですね、スピアヘッド上乗せの抽選も行ってるんですよ。はい、それ何かって言ったら、ここにストックされて、はい、後乗せですね。後乗せ50ゲーム以上、はい、まあ、簡単に言うと1セット以上、はい、続きますよってストックの抽選を行って、その後に上乗せみたいな感じになるんですよ。はい、なんで、まあ、レア区引いたら第三停止は気合い入れてください。なるほど、まあ、見事ね40ゲーム直撃で上乗せということで、はい、でこの後 40% のボーナスリンクありますからね、はい、前歯歯外したらオカルト成功ということで、まさに完全に前歯効果、そうですね、前歯効果ですね、これは。あ、そうっすわ、はい、さあジエンドとの対決も前歯効果で、はい、お、攻撃、いやー、前歯効果来ましたね、ボーナス。やっ、素晴らしい前歯効果、恐るべしですね。はい、皆さんもね、虫歯できたらね、はい、そのまま放置しましょう、はい、いや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 、カリバ使用すればいいじゃん、はい、
でこれがね唯一ね、はい、あの変則押しできる瞬間なんですよね、ボーナスを加える時が。ふだんはねナビ通り、はい、そうなんですよ、ペナルティーということですね。はい、そうなんですよ。でまあ、適当に押しても、はい、あのドライブリールっていう機能があって、はい、勝手にガーン揃うんですけども、はいはいはい、まあ、それも気持ちいいんですけども、ビタ押しがね、はい、気持ちいいんですよね。よ、見せていただけるんですか、ビタ押し。あ、ビタ押しいきますよ、はい、で一応あの白布の場合中段下段にビタンと止めていただくと、はい、で中第2リールを一番最初に止めるときは中段、はい、第3リールは一番上。あ喋ってるからだよ。ただねあのハイパービックですよこれ。お、なかなかないですよこれ。本当だ。うわー今の止めたかったな。ハイパービック。今の否定するんですよ。いや今ので止めたら。そうですね。白七テンパイ外れするんですけど。ですよね。マジか。いやーお前話が長えよとばかりにね。そうですね。はい、見事に。台が怒ってました。いやーそうですね。ゲームに対するね配慮が足りなかったです、ね。そうですね。見事、はい、ハイパービッグボーナス激闘ということでね。ハイパーは何なのって言われてるんですけど、ハイパーの解説お願いしてもいいですか。あ、ハイパーですね、はい、ハイパーは、この獲得ベル枚数が、はい、単純に2倍になってます。2倍、はい、2倍になってます、はい、ベルナビの回数は何回ですか。ベルナビが、はい、通常ボーナスビッグが、はい、20回なんですけども、はい、ハイパービッグは40回となっています。40回、はい、なるほど。でそれさらにそのあの赤7ですね、はい、赤7を揃える確率が高くなっております。はい、でこれがうまいことできてて、はい、あの前作と一緒なんですよね。お、前作も、白7は 25% で、ART 獲得みたいな感じになってたんですけども、これもね普通のビッグは 25%、はい、で、ハイパービッグは 50% で AT 獲得できるよみたいな。お、じゃあぜひ ね、ボーナス中の7ゾロエ、はい、見せていただきたいですね。そうですね、はい、7ゾロエとあとリリチェですね。あ、リリチェね、はい、はい、ほーって言われてますね。店員も見てるのか、ゲイさんもっかいって言われてますけどね。やめてくださいよリクエスト来てます ね、 やばいですね。僕に対するご褒美企画なんで。いや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 、エウレカあるある教えてって言われてますけどね。エウレカあるある、はい、エウレカあるある、はい、そや名前ハードゲイ宮川やってことでね、はい、皆さん覚えておいてください。おっと20、いいですね、はい、もうエウレカで働けって言われてますね。いやほんまにね、はい、働きたいですよ。月光ステートに 入ったらいいんじゃないのって感じですけどね入れるなら入りたい。まあでもあのこのあのなんかボードに乗って空飛ぶっていうこと自体は、はい、あの何を考えてんねやろなと思ってますけどね。何を考えてる、はい、いやちょっとよくわからんなと思ってます。ああそうなんですか、はい、ただこのエウレカという、ね、機械を僕は愛してると。ああなるほど、はい、来た。おお、キョウチェリー開いてプラス30、ね、気持ちいい。なんかこの40回あったらこうなるんですよ、はい、そうですね、はい、ボーナスも引き上乗せも乗せみたいなね、はい、感じですよね。で一応このベルの、はい、末尾が7の時に赤く発光するんですけども、はい、これあのリーチェのナビですね、はい、これ広角モードとなってます。おナビ広角モードですね。なるほど。その時に、まあ、あのカットインとかが出やすいみたいな感じになってるんですよね。なるほど。歯がないって言われてますね、はいはい、今ね見てる方はね、いや、取れって言われたからですよ。前歯取ると見事ねオカルト大成功ということで、はい、はい、まあ、当たったらもうそれでいいんですけどね。いやーすごいですね、いい展開ですね、はい、まあ、でもすごいね喋りづらいんで、はい、なんか熱いの引いたらつけようかなと思ってるんですけどね、はい、あ、もう高速具をつけても大丈夫ということで、はい、もう勝ち確定はね、はい、判断したら。なるほど。言うて87ゲームありますからね。いやそうですね、はい、相当ありますね。まあ、なんとかエアリアルラッシュ入れて、はい、エアリアルバースト入れて。バーストみたいですね、はい、できたらセブンスウェルとかもね引きたいですよね。そうですね、ボーナスってつまらないですよねということでね、まあね、ボーナス中はねこんな感じですけどね。いやでもねこれね、はいはい、エピソードビッグがね、はい、やっぱりエールカといったらエピソードビッグなんですけれども、はい、それ搭載されてるんですよ、はい、で前作やったらエピソードを紹介している間にボーナス終わってまうんですよね、うん、はい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 、消化しきっちゃうんですよ、はい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 、ただこの疑似ボーナス、はい、疑似 AT 疑似ボーナスの場合、はい、
ちゃんと普通に回してても、うん、エピソード全部見れるし、なるほど、はい、その後に流れる音楽もね全部聴けるんで、はい、全部僕は全然ね、はい、ありだと思いますよこれ。ああそうですか、はい、ベルナビ管理も悪くないと。悪くないと思います。まあ、単純に40回ベル獲得できるのは毎週ってしてもかなりでかいんでね、ハイパービッグやっぱでかいですよね。でかいですよ、はいはい、でもこれもあの大の良し悪しがありますからね。ああなるほどね、はい、いやさ あ、 特に、はい、あと何回ですかベル。あと、12回ですね。まだまだありますね。まだまだあるんですよ。ほんでレア役もねガンガン落ちてきますからねこれ。おレア役ガンガン落ちてくるって。でもまだ今のところ見てないですけど、なんか引きました？強チェリーと弱チェリーと。あ、強チェリーと弱チェ。はい。あ、それでそのまさっき乗ったやつか。はい。はい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 。七揃えとかね、はい、見たいですけどね。いやもう前作もね結構面白かったんですよね、この七揃える瞬間っていうのが。なるほどさんも結構打つんですかということでね。なるほどさんはねまあたしなむ程度ですかね。なんか一応ねこう配信とかの仕事してると全くわからないと当たり前ですけどお話にならないって感じなんで、こう注目機種みたいなのはね一通り触ったりはするんですけど、でも全然勝てないですね最近は。本当にまるで勝てない、勝った記憶がないぐらいの勢いですね。まあでも面白い台増えましたよね。いやそうですね、遊べる台は増えたなって感じですね。でもなんか全部ようできてるなと思いますよ、はい。前歯はって言われてますよね。前歯今横に置いてます、椅子に置いてます。お、何ですか、中段ジェリー。中段ジェリー、おー、ありがとうございます。チューチャー&スイカか。おお、来ましたね、中段ジェリー&スイカ。はい、もうつけましょう。お、ちょっとこれコンパクトドライブ A ってなりましたけど、これはプレミアですね。お、プレミア、これちょっと重王っぽい感じですけど、これですね、はい、おお、これは説明したストックでございます。なるほど、はい、後で50ゲーム以上の後乗せがあります。なるほど、いやーすごい、気持ちいいわでもテンションが上がりきってないって言いますけどね。いやいやいや、はい、いや相当な深い心の傷を負ってるんでねなかなかマックスまでテンション上がらないって感じ。いやでもねさっきのは結構気持ちよかったんですよいや今のも相当レアな演出ですよね。はい、はい、いやあのね、あの聞こえんかったと思うんですけど、この中段チェリー止めた時の音がね前作と一緒なんですよね、はい、おー、なるほど、はい、さあコーラリアンモード再開ということでね、はい、のっけにのっけてラスト90ゲーム、はい、いやー長い、素晴らしい。あ、獣王じゃなくてアラジンですね、すいません。そうですね、はい、はいはい、あのドットのね演出、はい、で あ、変わりましたね。お、でこの BGM 変更されるときは、はい、ゲーム数がめっちゃ乗っかったとき、はい、鬼武者みたいな変わり方ですね、はい、それかもしくはリセットあるときでなってます、はい、でこの場合スピアヘッドストックありますので、はい、まあ、BGM 変わったよっていう感じになってます。なるほど、でもこの音楽もね、マイストロしていただいたらもう、はい、好きにね変えれるんで。あ、そうですか、はい、へー、ルートもねマイストロしていただきたいですね。ふんどし大仏さんも木村さんもマイストロやられてるんですか当然。あ、めっちゃやってますよ。お、すごいですね、はい、で、マイストロね、やってたら、はい、このコンパクトライブの部分が、はい、子役カウンターにできるんですよ。へー、でも普通に手ぶらで売ってるだけでも、はい、何を何回弾いたかとか、はい、分かるんで。お、それ便利ですね、はい、カチカチ君の代わりになるっていう感じですかね。そうです、そうです、そうです。もう勝手にカウントしてくれるんで全然それよりも楽ですよね。いやそれはこういるね、騎士の良し悪しを設定判別する重要な要素になりますね。はい、木村さん勝てる放送を教えてくださいって言われますけどね、勝てる放送、まあね、キコーナチャンネルの水曜鶴見店を見ていただければ連戦連勝間違いなしなんじゃないかなというふうに思いますけどね。そうですね、結構ね、はい、もうハード出てこないってね、はい、ハードゲイ宮川さんの登場は超プレミアなんで、はい、まあ、本日はもうないのかな、あるのかな、わかんないですけどね。いや、ないですよ。ないないです、ないです。いやいや、あるんじゃないですか、もう一回もう一回引き必要なんで引いていただけるんじゃないですか。あのね、絶対これ見てますから多分、はい、見たら来ますから。いや、ありますよね、皆さんそう思いますけどね。呼ぶ必要はないです。 あるあるエウレカもサミーなのってことでね、サミーの、はい、機種になっております。ライトだよって言われてますけど、ライトじゃないよ
エールカだからあサミーだからね、はい、え、ダイトなのって言われて、ダイトじゃない、ダイトじゃない、はい、まあ、ダイトでもいいけどね、別にね、まあ、そうですね、はい、どっちもいいんですけど、はい、ダイトは何でしたっけ、マイスロみたいなやつ、あ、なんかありましたね、モバラッチェ、モバラッチェはあれじゃん、乳銀さん、モバラッチェは乳銀か、はい、あ、なんかありましたね、ダーウィン、ダーウィンは平和、そうですね、あ、はい、何でしたっけ、もうただ僕はエールカ出てからね、エールカしか売ってないんで、はい、え、そうなんですか、はい、いや他のサミーとかもや特にやってない、やってないですよ、化け物語とか、化け物語はエールカの前だったんで、はい、はい、エールカ出るまでは回してたんで、結構打ち込んだ、説明とかはできるんですけど、はい、それ以降の記事はね、全くです、はい、ああ、そうですか、はい、もうエールカ一筋ということで、はい、もう何も分かりません、浮気せずということでね、はい、いやー、ハードゲーム宮川とエウレカしかいらない男ということでね、そうですね、エウレカだけでいいですね、ハードゲーム宮川とエウレカしかいらない男ということでね、まあそうですね、はい、認めるんだ認めるんだ見たら来るって言われるね、いやほんまにね、はい、ほんまに来ますか、あ、大友ですね、大友、あー、はいはいはい、はい、大友ね、そういう名前でしたね、なんかね、はい、なるほど、出れば何でもいいってことで、まあまあ確かにね、打ち手からしてみたらそうかもしれないですけど ね、 そうですね、はい、まあでもやっぱそのためにやっぱり勉強して、はい、してもらった方がまあ楽しいですよね、はい、楽しいと思いますよ、ね、はい、チェケラッチョ違う、それモバラッチョだそれ、ニューギーね、エウレカ何台置いてますかってやってますけど、エウレカは設置台数何台でしたっけ、6台ございます、6台、はい、ございますんでね、はい、ぜひね遊びに来ていただければなというふうに、気候の鶴見店ですよ、はい、ゲイバーとかじゃないですからね、はい、コーナー鶴見店、パチンコ店なんでね、遊びに来ていただければなと思います、はい、はい、何も分かりません、ダメだろうって言われてますけどね、はい、まあ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 、まあ、はい、目押しぐらいはねできますよ、はいはい、目押しぐらい、そうは分からないです、目押ししちゃダメなんですよ、はい、店員さんは、まあ、ダメですよ、はい、はい、だからお客様に対しては何もできないですね、そうですね、今ね、はい、いろいろそういう厳しい決まりがありますんでね、はい、はい、まあ、できたとしても知識がないので何もできないです、ああなるほどね、はいはい、まあね、じゃあその辺は勉強していただいてということで、そうですね、はい、はい、今日はエウレカかということでね、はい、はい、エウレカなんですけど、ハードゲイ宮川のディープキスによって心に大きな傷を負ったふんどし大仏が大好きなエウレカを打って、心の傷を癒そうというエウレカセブンを愛しすぎた男の完全自分用配信ということでお送りしております。6台少なくないかって言われてますけどね、いやまあどうなんですかね、まあ、まあ、どうなんですかね、お客様の反応支持率っていう意味では、いや、いいと思いますよ、座っていただけてるような感じですかね、はい、やっぱ人気基準ですしね、はい、そうですよね、はい、まあ、ただうちの前結構面白い台をなんていうんですかね、はい、ちょくちょく入れていくみたいな、はい、いう感じの入り方になってますんで、まあ、はい、スロッターから見ても、はい、かなり何打とうかなって迷う状況、なるほど、いい意味で、なるほど、はい、いう感じになってるんで、もしかしたら皆さんの支持率がね、高ければもしかしたら増大とかもあるかもしれないですから、なるほど、ぜひともね、エウレカ分回していただきたいと思います、なるほどね、はい、今来ました、ゲイはいますかということで、います、今ね、後ろ引っ込んでますけどね皆様のコメントで召喚していただければという形になってますね、ぜひね、はい、ゲイ来い、ゲイ来いって言っていただくと、ゲイ来ていただけるようになってますのでね、そういうシステム、よろしくお願いいたします、マジですか、はいちょうどいい数じゃないかな、他の店が多すぎということで、まあね、かなり、はいはい、注目期、話題期ということで、多台数ね、導入されたお店も多かったですけどね、まあ、やっぱね、大量に入れて動かないエウレカっていうのは僕は見たくないですね、ああ、なるほど、エウレカ好きとしては、はい、まあね、お客様にたくさん支持いただいてるエウレカが見たいということでね、はい、やっぱね、自分の好きな台であればあるほどそう思います、完全に美人化されてますけどね、はいはい、いや、本当にね、キコーナさんって某実践動画のかなってどういうことですかね、これまあ、他社さんのね、はい、ライターさんが来て、お店で実践してみたいな動画も、キコーナさん結構やられてますんでね、はい、はい、そちらの方もご覧いただければなというふうに思いますけども、はい、はい、はい、あ、で、またこれですね、エアリアルラッシュ、はい、掴めればエアリアルラッシュ、はい、で、さっきカトリンがね、ホランドじゃなかったんで、これチャンスアップなんですよね、はい、あ、おっと、見事掴んでエアリアルラッシュ、はい、ここからですね、はい、ここからまたベルコンボを稼いでいって、はい、その途中であるね、うわ、いやいい音ですね、はい、その途中にあるキュルリンキュルリンってね、はい、これほんま鳴り響きますよ、そうですね、はい、
でここでリリーチを引けばエアリアルバーストになるんですよね、はい。まあ、さっき残念ながら引き当てれなかったんですけど、シーサーとか来たって言われてますけど、シーサーさんとかも来たんですか。あ、シーサーさんはまだ来てないですね。まだ来てない、はい。何でしたっけ。さあ4コンボスクープ TV さんとかね、はいはいはい、出ちゃうさんとかでしたっけ。そうですね、ね、いろいろ来られてる動画も多分いっぱい上がってると思う。さあ5コンボ20、はい、いや、いいですね、いいですね、はい。これ全コンボですね。おお、すごい。6コンボあと1ゲームで来い。フルコンボ、あー、これ熱い。あー、フルコンボ来た。おー、ベル中段、第一停止、真ん中の中段ベルは確定ですからね。いやー、7コンボでレインボー、いやー、素晴らしい。これなかなかないですよ。おすごい、ね、見てください、ボーナスリンク 115%。 いやー、素晴らしい。虹色コンパクトライブ、はい、で一応 100% 超えますと、はい、繰り越されるんですよ。おー、なるほど、はい。だから100ゲームまずボーナス1回確定ですよね、はい。その後 15% の、抽選を受けられると。なるほど、はい。でさらにこの 100% 中の、はい、ボーナス中にまた上乗せありますから、はいはい、15% 以上ですよね。いや、じゃあ凄まじくループしていく可能性が高い、はい、ということですね。これがまた爆発の契機の一つで、いやあると思いますので、いいですね。エウレカ7ね、こう市場の評価としてはやっぱりあんま出ないなとかって言ってる人もいますけど、いや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 、いや、こうやってやっぱ壺にはまれば、はい、こういう感じでね、いや本当にね、はい、爆発力もキャッチコピーもね、はい、乗りに乗れみたいな、そうですね、ありますけど、乗りに乗ってますね今日は、はい。いや、一回ね、動画見てもらった方は分かると思うんですけど、はい、何もなければ本当に苦しいんですよ。そうですね。ただ一回引いてしまうと、はい、本当に気持ちいい。さあ今度は普通のビッグボーナスですね、はい、白7。いやー、すごいいい見せますね本当にね。愛がやっぱり足りてきた感じですかね。いや、ほんまですよ、エウレカセブンに対する。はい、ほんでこの AT 中のボーナスはレア役関連、はい、確定で上乗せですから、ね。お、なるほど、はい、すみません、ちょっと前歯がグラグラします。レア役を引けばもうその、はい、全部乗ってくっていうことですかね、はい。でまたさっき100超えてましたんでね、はい、このボーナス終わったらまたボーナスの抽選ありますんで、はい、ここでガッツガッツレア役をね引いていきたいと思います。そうですね、鶴今日普通に打つの珍しいなって言われてますけどね。いや、普通普通じゃない配信がどういう配信がよくわかんないですけどね、はい、はい、コードギアスは置くんですかって言われてますけど、コードギアス、はい、ああ、コードギアスですね、はい。もうどうなんですかね、僕もそこら辺よくわかんないです。パチンコのコードギアスですかね、はい、ですよね。スロットのコードギアスもないですよね、はい。でもスロット面白かったですね。スロットのギアスも面白かった、はい。あれが一応エウレカの後継機第2弾みたいな、ね。ああ、なるほどね、はい。あれも面白かったですよ。俺もグダグダ配信期待してたわということでね。いや、はい、申し訳ないですよ。あ、大丈夫ですよ、ほっといたら勝手にやってくるんで。そうですね、はい。さあスイカ、強スイカですか今の。強スイカですね。でプラス30、はい。この台は設定良かったのかなということでね、まあ、設定はね皆さんで、当てていただければなということですけどね、ね、はい、はい。こんな感じでいい展開になっておりますね。テンション上がってきたって言われてますけど、どうですか。上がってきますよ、これ上がってきた。心の傷は、心の傷は癒えてきましたよ。癒えてきた、さすがにね。いや、さすがにね、はい、こんだけレアなやつがね出ればね、はい、はい。さっきはね、ほんまにあかんと思いました。はい、あかんと思ったんですけど、やっぱりね、はい、エウレカ癒してくれる、いいですね、癒してくれます。いやー、ハードゲインに受けた心の傷をエウレカに癒してもらう配信ということでね、はい、本日お送りさせていただいてます。うわー、楽しい、はい。でも当たったって感じではないよな、エウレカということでね。まあ、そうこう言ってる間にちゃんと見事当たりましたからね、はい。ゲイ来い、ゲイ来いって言われてますけどね。はい、ぜひね。いやー、来ないですよ。ゲイ召喚していただければなというふうに思います。いやー、これほんま、はい。そのことでした、ありがとうでした。動画の件ですね、これね。お、さすがサウンドゲイということでね。いやー、サウンドゲイ、凄まじい威力ですね。はい。はい、マジかって言われてますね。やっと嬉しそうな表情を見せる木村であったって言われてますね。ほんまですね、何も弾けなかったんですよね。そうですね、さすが持ってくるね、見せますねってね。さあ、いきますよ。はい、コーラリオンモードかな。コーラリオンモード、この歌エウレカなんだってことね。はい、エウレカ7のね、桜、何でしたっけ。そうですね、桜ですね、桜でしたね、はい、はい。
いや、エールカセブンね、音楽全部いいですよ。いや、音楽はいいですね。はい。はい、耳に残りますよね、全部ね。はい、ほんまにね。はい。さあ、VS コーラリアン。これ赤、いいですね。から、このカットインが、エールカップやったらチャンスアップだったんですけど、はい。ですね、これは、倒せない。オッケーオッケー。残念。はい、まあでも一応あのボーナス終了後はモードアップのケーキの一つがあるので、うん、まあ、この後さらにあのエアリルラッシュ入る可能性はありますよね。なるほど。いきなり月光女性とかってなんかあれですか、月光女性カットインとか出てたのかな、俺すみません見てなかったんですけど、楽しく打つんだから6だろうなってことで、まあ、そこら辺でご想像をお任せいただければなというふうに思います。はい、今日チャンス目が来ましたね。6だろう、 AT 引き戻し優秀だろうと言われてますけどね、まあこの辺で皆さんね予想していただければなというふうに、はい、ね、はい、思います。あともう133ゲームと、スピアヘッドストックありますからね、はい、最低182ゲーム、最低182、はい、いやもうあと20分ぐらいなんでね、完全に消化しきれず、ほんまですか、はい、終わってしまう感じですね。はい、エウレカ曲良すぎて音楽プレイヤーに入れて聴いてますということでね、あいいと思います、そういう方多いんじゃないですか、はい、はい、あ残念ながらボードはつかめず、はい、はい、まあ、やっぱねこの近距離まで行かないと、はい、なかなかつかめないですね。そうですね、今まだ遠距離ですからね、はい、まあでもこれ実践やったらね、はい、本当に楽しいですね、これ。さあモードアップ中距離まで来ましたね、はい、で何も引いてないですからね。そうですね、はい、まあなんかここでレア役引きたいところですけれども、はい、あと言ってたら来ましたね。おさあ何ですか、これがスイカ、あスイカですね、弱スイカですね、はい、まあ、放送で1位入れて何もなかったらあれだから放送は6だろうなということでね、まあその辺はお察しくださいというような感じなんですけども、はい、まあ、ただあの楽しそうに打つ男の姿を見てもらうという、そうですね、はい、まあ、今日の趣旨なので、ポテンシャルはなかなかこう面白い部分をね見ていただけてるのではないかなというふうに思いますね。かなりレアなね、はい、部分も7連続コンボとかねなかなかないですからね。まあでもそれよりさらに上 の、はい、あのエアリアルバーストとか、はいはい、そういうの一切引いてなくてもこれだけ楽しめるん で、はい、じゃあもう残り20分で、ね、バーストを入れていただければって感じですからね。そうですね、はい、まあ、あの今のコンディションやったらいけそうだよね。ゲイパワーが足りてなかったらゲイ来いって言っていただいたらね、ゲイパワー先補充してもらったので大丈夫ですよゲイパワー召喚して最後にね、はい、で強癒された分を取り返されると、はい、なるほどですね、はい、前後もすごかったってことでね、はいはい、いやすごかったですね、まさかですよ、はい罰ゲームあるのって言われてるんですけどね、いや一応本日ね対決企画とかではなくて、はい、前回の罰ゲームで心に大きな傷を負った、ふんどし大仏さんを癒す、ふんどし大仏さんが大好きなエウレカセブンをたっぷり打つというね、完全自分用配信ということで心の傷を癒してもらおうという企画ですんで、はい、罰ゲームは特に用意してないんですけど、あるでしょう水曜だしって言われてるんで ね、罰を受ける要素がないんですよ。え何も悪いことしてないですからね、まあ、どちらかというとね、はい、貴重な映像皆様にお楽しみいただけてるんで、どっち引けてる方やと思いますよ、ね、えだとは思うんですけどまあでも皆様がねやれやれって言ったらねなんか考えますよ、俺も酒パワーですんでね、はい、まあ、そこはコメント欄次第ということでねいいんじゃないでしょうかね。そうですね、はい、なんかあったかな今日何も持ってきてないな罰ゲーム、確かに、まあそういう場合はね最終ね、はい、罰ゲームに適したものが一つありますんでね、最終兵器がね、はい、そうですね、破壊力抜群のやつがね、破壊力抜群のやつありますんでね、はい、まあ、そうならないためにも頑張りますけどね。そうですね、はい、楽しく放送できたね、よかったねのキスって言われますね誰やねんそれ、いいね、そのコメント誰やねん、はい、見えます、前世であなた養女を犯してますねって、なんか細木和子みたいなやついますよ、なんか本当になんであ、いいですね、フリーズ引いてなかったら罰ゲームはあって、ね、いや重い最初ね、フリーズっていう話だったんでね、はい、いやフリーズかニチェ、じゃあ中段チェリー、フリーズか中段チェリー引かなかったら罰ゲームっていう感じでも面白いかなって、まあ、まあ思いますけど、まあちょっと時間がねさすがにねないんでね。そうですね、はい、まあ、中段チェリー
延長1時間ありでってね、いやそれはちょっと勘弁してください本当に。そうですね、はい、はい、まあ、次ゲームどうなんでしょうね、あの、はい、僕の意図関係、意図関係なく、はい、罰用意されてるパターンあるんでね。ありますね。そこは僕はね、あの、はい、そっとしときたいんですよ。なるほどね、はい、あまり触れたくないと。触れたくないんですよ、まあ、触れると本当に出てきちゃいますからね、はい、そういう店なんですよ、ここは。そういう店、はい、恐ろしい店ですね、はい、本当にね。もう、ただでもね、お客様からしても、はい、ここ楽しいと思いますよ。いやそうですね、はい、まあ、なんか変なやついっぱいいる店ですからね、はい、もう、はい、あの他のパチンコ屋さんでは、あの、味わえない空気というか、はい、なるほど、はい、空間とか楽し味わえると思いますので、ね、なるほどね、ぜひね、来ていただきたいと思います、はい、そうですね、はい、まあ、そういうお店の名前は何でしたっけ。気候な鶴見店でございます。気候な鶴見店にね、はい、ぜひね、遊びに来ていただければなというふうに思います。水曜どうでしょうみたいにイーブンイーブンで行こうぜっていうね簡単に簡単に言ってるけどね、なかなか大変だよそれ。そうですね、はい、はい、中継のゲーム数わからないまま終わるのかって言われてますけどね。そうですね、はい、はい、これ僕も見たいと思うんですよ。あ、見たいと思う、はい、やっぱね50ゲーム以上ですからね、はい、はい、みんな罰ゲームかけてるのに期待して見てるんだから、ないなら来週は視聴者減るなって完全に脅迫ですねこれね視聴者減るぞって。分かんねそのやり方怖いですね。いや、広いそこまでね、はい、期待してくださるってありがたいです ね、 ね、そうですね、はい、まあ、番組の趣旨が浸透しきってるということでね。そうですね、はい、はい、もう完全にあの鶴見店の受注にはまってますよ、ね、いや完全にそうですね、はい、受注にはまって被害者は僕ですからね。いや、はい、気をつけてください、ね、本当に、犠牲者になっていただいてありがとうございますという感じですけどね、はい、狭い臭い店には行きたくないって言われてるんですけど、気候な鶴見店は台数は何台ですか。台数476台で、476台のお店になっております。はい、はい、まあまあまあ中規模、ね、はい、そうですね、はい、中規模なんですけど、全然広くて綺麗な、雰囲気の、ね、お店ですね。上の方に出てますけどね、12月で1周年ということで、まだオープンしてまだ1年ぐらいということでね、はい、はい、とても綺麗なお店になってますんでね。ギリギリ立てないんですね、1年、はい、はい、あ、まだ立ってないんですか。そうですよ、もうちょっとで1年なんで、ね、あ、なるほど、具体的な秘密はやばい感じですよね、はい、あ、まあ、じゃあ12月で1周年ということでね、はい、はい、遊びに来ていただければなというふうに思います。あ、来た、おっと、見事、本日2回目のエアリアルラッシュ。気持ちいい。ボソッと気持ちいいって言ってますけどね。これね、本当に気持ちいいです、はい。もう罰ゲーム受けたやんって言われてますけどね。そうです、罰ゲームは先に受けるってどういうパターン、ね、まあ、罰ゲーム受けたせいでね、いい引きができたかもしれないんで、あ、まあまあまあ、それは否定しないですけどね。はい。はい。さあ、まず10ゲーム。2コンボ。これストック見れそうにないですね。乗りそうにない。一応3コンボ。はい、4コンボ。お、すごいな、これ。4コンボ。ああ、これはね、残念、リプレイ。まあ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 、いいですね。気候の同士で争ったりしてるんですか、米とか来場とかということでね、あのね、まあ争ってるってわけじゃないんですけど、気にはされてますね、やっぱりね。まあそうですね、はい、参考にさせてもらったりとか、はい、昨日鶴見どうだったとかって言われてね、いやー、昨日鶴見すごかったですね、みたいなね、お話はさせていただいてね、いやー、鶴見やばいよね、みたいな感じになってますね。ありがたいです。はい、あ、来た。お、はい、ボーナス、はい、エアリアルラッシュ30ゲーム、はい、30% のボーナスリンクでボーナスですね。なるほど、はい、このループはいいですね。本当に終わらない、終わんないですね、はい、中型店だなってことで。そうですね、はい、先週は木村さん完璧だったのに、これこそグダグダやんってことでね、あ、オチをつけろよと。いやいや、いらないですから、オチ。オチいらないです。はい、見とるやなーってことでね、はい、そうですね、15日ぐらいだよっていうことでね、あくまでコメント欄の方が言ってるだけで、お店としてはね、日付特定日とかね、本当ダメなんですよ。なんでね、15日かどうかは私ども全く、一切言っておりませんのでね、1周年の日付言えないってどんだけ警察厳しいのってことで。そうなんですよ、あのね、そういうのも全部含めて特定の日にちとかを告知しちゃダメっていう風になってますんでね。
ぜひねご理解いただければなというふうに思います、はい、罰ゲーム先に受けてから打ってるとか、潔いねっていうことでねまあ、罰ゲームかどうかね分かんないですけど、ね、そうですね、はい、ゲームではないですからね、はい、ただ襲われたという事実ですね。完全に、はい、あそこだけ見たら本当に自己配信でしたけどね、はい、まあ、罰ゲームはそこそこ楽しいかもしれないですけど、はい、僕別に楽しくはないですからね、あれ。そうですね、罰ですよ、ただの罰、罰、はい、ゲームじゃない、ゲームじゃない。あ、なるほど、綺麗な感想どうもありがとうございます来ないのかな宮川さん、本当にね。いや、もう残り時間も少ないですからね。そうですね、あと10分ぐらいですね。はい、無駄に、え、なんか無駄に匂いのやつ出してる店あるよねってことで、あれですかね、フレグランス、はいはいはい、フレグランスはキコナ鶴見店は設置してますか？設置してないですね。あ、設置してない、はい、あ、なるほど。まあ、なんかね、匂い、いい匂いがする機械をね、設置してるお店とかもありますんでね、はい、はい、去年のオープン来たから17日前後ということでね。ああ、そうなんですね。あ、オープンに来てくださった、オープンに来ていただいたということでね、ありがとうございます。スーパーホール臭い ORZ と言われますけど、ああ、そうなんだあのね、あのね、お願いだからね、よそ様のホールの悪口をね、キコーナチャンネルで言うなよって話ですよねキコーナが悪口言ってるみたいになるだろうって話ですよ ね、はい、スーパーホール最高、スーパーホール最強ですよ。いや、それはまたあの違うんですけどね、はい、みんなスーパーホール来てねはい、キコーナーは来なくていいからスーパーホール来てね。いや、それは違う、それは違う、はい、こんな感じでいいでしょうかね。はい、お、これは、お、あー、あー、ちょっとホッパーエラー、ホッパーエラーですね、はい、あー、なりましたね、はい、あ、鍵持ってないですね。え、マジで、はい、ちょっとじゃあやばいんじゃないの本当に。そうですね、ちょっとあのダッシュで取っていきますよ。はい、わかりました、はい、すいません、はい、じゃあちょっとねお待ちいただいて、はい、本当にね誰もいないんですよ、こうね見ていただいたら分かるんですけどね、本当にね、自分で鍵取りに行って自分で補充してしないといけないんですよね。そうなんですよ、はい、すごいすごい店ですよ。そうですね、ここでまさかのって言われてますけどね、ちょっとコメント読んでおきますかね。鶴見って今福鶴見ってことでね、そうですね、今福鶴見、最寄り駅は今福鶴見になるんですかね。自分の顔でも写しとこうか、はい、こんな感じでお送りさせていただいております。スペシャルエンディングはゲイの宮川さんとキスってことでね、いやー、そうですね、そうなれば最高ですけどね、どうなんですかね、なかなか難しいですかね。おっと、店長来ましたね。まあ最高ではない、最高ではない、最高ではない。あ、そうですか、はい、スーパーホール行こうということでね、はい、スーパーホールね、ぜひ遊びに行っていただければなと思います。あ、これ1回外しますね、はい、あ、すいません、ちょっと待ってくださいね、外れますか。いや、取ってもらっていいですか、またバーン落としたら、あれ、扉が開いています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 。これなんだ、ああ、ああよし、正解ですね。ホッパーエラー鳴ったんですね、すごいな。よし、ちょっと待ってくださいね。あと何分ぐらいですかこれ。はいはい、ちょっと待ってくださいね、はい、ほ、はい、失礼いたしました、はい、若干トラブりましたけどね、復活いたしましたちょっと待ってくださいね。お、お、こんな感じでいいか、こんな感じですかね、はい、はい、店長、店長聞こえますか。はい、聞こえますよ。はい、今ね、オカルト店長戻ってきました。あれですね、はい、このぐだりこそ鶴見店って感じですね。あ、いや、でも全然ね、途中、はい、謎のテロリストが、ね、現れた以外はね、全然普通に、そうですね、普通に、はい、今日は綺麗な放送が、ね、できてるんじゃないかなと思いますけどね、はい、あ、本当ですか、はい、あれですね、ここでまさかのってね、ちょっとね期待してたコメントあるんですけど、残念ながら普通に、補給して終了ということでね、甘いですね、はい、残念です、ありがとうございます、はい、申し訳ございません。多分もう今日彼2回目だったら多分ね、はい、やばいじゃないですか。本当にね、本当に耐えれない。本当にそうですね。見てる
企業に来ますから。なるほどね。はい、あ、花店、最寄り駅は花店ということでね。そうですね。はい。はい、そうですね。今福店は最寄り駅今福鶴見ということですね。そうですね。はい。はい、感じですね。ぜひ両ホール合わせてね、遊びに、スーパーホールと合わせ3つ合わせて遊びに来ていただければなというふうに思いますのでね。そうですね。よろしくお願いします。スーパーホール紹介動画ね。はい。なんかゲイっぽいぞ多いってことで、残念ながらゲイではなくオカルト店長が登場ということでね。店長どこ行ってたんですか、何してたんですか。あ、仕事、そういうことね。はい、真面目に仕事してたんですか。大丈夫。いや、彼が今日あれ主役なんでね。あ、なるほど、まあ、主役なんで、はい、主役ですけど、はい、一番何もしてないのに罰受けてました。そうですね、完全に罰ゲーム。で罰受けはい。心の傷を癒す配信で完全に心に大きな傷を受けてるということで、ね、いや本当ですよ、これ、はい、エウレカ打ってる時じゃなかったら危なかったですよ相当。ああ、他の騎士だったらやばかった、はい、やばかったっす、命吸い取られてたかもしれない、ね、もうやばかった。なるほどね、はいはい、いやでもね、や、あのやばいやつがふんどし一丁ってなかなかしないでしょ。いやいやいや、本当そうですよね。全然余裕じゃんって思いますけどね。、はい、なんもメンタル打ちてないやんみたいな。全然大丈夫ですよね。いやいや、デリケートですから。花店中古車センターの花店ってことで、そうですね、そうです、はいはいはい、同じ花店ですけどね、はい、放出って書いて花店って読む。あ、そうです、放出で花店、はい、花店中古車センターの花店が最寄り駅になってますので、ね、はい、ぜひご覧いただきたい。駅から何分ぐらいですか。徒歩で10分ぐらいですね。10分ぐらいになってますのでね、はい、ぜひ遊びに来ていただければなというふうに思います、はいはい、広告があったのでスーパーホールということでね。あ、そうなんですね、広告、スーパーホールさんの広告が入ってたってことですかね。エウレカやということで、はい、本日はね、エウレカ72サミーのパチローを愛しすぎた男が完全自分用配信ということで、はい、そうですね、自己満配信をお送りさせていただいております。はい、いや楽しいですよ。いや、いや、テンション上がってきますね。いやね、あれだけなかなか乗せればね、そのテンションも上がりますよね。そうですね、見事。いや本当にね、これを見せたいんですけど、コーラリアン中身を、はい、見せたいんですけど乗らせてくれない。あー、エアリアルラッシュ気持ちいい。はい、1個目。さあまず5ゲーム。ああ、まあ中断リプレイですね。ああ残念。でもここでね、はい、エアリアルバーストでも入れようもんなら、はい、相当神回になるんちゃうかとか思ってるんですけどね。なるほど。はい、中断ベル、これ確定ですね、はい、さあ、うん、再び5ゲーム。ああ、ないか。ああ、リリチはないですね。そうですね、うん、残念。最後見せ場かなって感じだったんですけども、残念ながらやりやるバーストはなしということで ね、はい。寝台入れ替え終わったのって言われてるんですけど、寝台入れ替えはいつとかっていうのもあれできない。ここあ、そうです、今月はもう終わりましたね。あ、今月はもう終わったんですか。終わってるね。もうぜひね、変わったなるほど、ね、鶴見店を見ていただきたいと思います、はい、遊びに来ていただければなというふうに思います。はい、ゲイに命吸い取られれば死って言われてますけどね。なんとか、なんとかね、エウレカパワーで、エウレカパワーで命を繋いでるという感じですか。そうですね、エウレカがこれ当たってなかった、これやばいですね。やばかったですね。やばいですね、これ。完全に死んでましたね。なんなんですか、その設定。エウレカに命を救われた男ということで。そうですね。やっぱ九死に一生でしょ。いや、でも本当に良かったんじゃないですか、これ。はい、ね、今日。ねえ、はい、ハードジェイも来て、はい、でまた前歯もね取れて、店長何幸せ、早くもまとめようとしてるんですか。待ってください、それ俺の仕事なんで勝手に まとめないでもらっていいですか。あ、そうです、はい、パチ屋の店員の給料っていくらぐらいなのって言われてますけど、これはいくらぐらい。熱い、まあだいたい1200とか300とか、はい、ああ、アルバイトのね時給ですか。そうですね、はい、アルバイトの時給は1200円ぐらいで、そうですね、社員さんの給料はそれはね、高級会社が山盛り買えるぐらいっていうことでいいですか。中古車、K の中古車でしか買えないぐらいですよね、じゃあね。あ、はい、まあそうですね、そういう、表現でしてくれた。そういう表現で、あ、はい、じゃあね、K の中古車をぜひ買っていただければなと思います。はい、何ですか。あ、ちゃっかり、はい、ストックが2個になりました。おっと、2個。これもうね、無理です。消化し、てかもうあと1分しかないんで無理ですよね、どう考えても。無理ですね。はい。もうこれで最低でも100ゲーム後乗せがあるということなので。なるほど。はい。ラストこれ決めましょう。はい。はい、ラスト決めてください。最後のチャンスですかね、見せ場できるかって感じですけども。天沖海も吉宗も窓紛も入ってるのかって言われてるんですけど。あ、入ってますよ。あ、それ言って大丈夫なんですか。
あ、落ち海が14台入ってますね。あ、15台です。15台、うん、15台はい。で、あ、吉宗窓まぎとかはまだ稼働してない機種については広告できないんですかね。まあそうですね。あ、そうなんですか。まあ、12月16日からの営業開始です、ね。なるほど。まあ何らかの機種がね、まだ、ね、入っている可能性があるということで、ね、ぜひ遊びに来ていただければと思います。はい、満足すんなって言われてますけどね。いやいや、でも結構ね、見せ場としては本当に結構作った感じですけどね。はい。はい。いやー楽しいわー。6でも400分の1やんって言われてますけどね。おっと、これもう確定ですね。確定。はい。ボーナスですよ。ボーナスですね。もうそろそろですか。そうですね、そろそろですね。はい。じゃあ、このボーナスを揃えて、はい、終わりと。今からが本番でしょって言われてますけどね。いやー残念ながらね。さあ白7、これがハイパーだ。ない、ならない。はい、はい、じゃあシダ終了ということで、お疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。はい、じゃあこちら先ほどの位置ぐらいでお願いいたします。はい、いや、ふんどし大仏さん、今日幸せでしたね。いや幸せでしたね、楽しかったね。よかったです、けど癒されたみたいで、はい、はい、はい。というわけで本日はですね、はい、こんなチャンネル水曜鶴見店から、なんだっけ、鶴見の自由すぎる配信ということで、前回の罰ゲームで心に傷を負ったふんどし大仏さんの心を癒す配信ということで、はい、エウレカセブンが好きすぎて西日本で一番好きと豪語する、はい、ふんどし大仏さんのためにサミーエウレカセブン2をですね、自分用に配信していただくという完全自己満配信をお送りさせていただいたんですけれども、はい、いかがでしたか、ふんどし大仏さん。はい、楽しかったです。一言だけ、はい、あ、まあ、まあ、あのあれじゃないです、でも、まあ、エウレカ打てて、はい、まあ途中のトラブルも入れてプラマイゼロぐらいちゃいます。あ、そうですね。それぐらいちゃいます。順番逆やったら危なかった。あ、ほんま、はいはい、ちょっとね、いろいろありましたけども、いや俺も本当に聞いてなくて、いや本当にビビったんですけど、うわなんかマジでなんか強盗か何か来たのかなっていうね、まあ、感じで似たようなもんでしたよ。あ、はい、そんなに変わらないと。そんな変わらないです。あ、はい、なるほどね。はい、オカルト店長落ち着きないなとか言われてますけどね。はい、そんな感じでね、はい、ぜひなんとか心の傷を癒していただくことができたのかなというふうに思いますんでね。そうですね、はい、店長上で見られてたんですか。いやもうちょっとそんな暇なかったんで。あ、全然見てないと。そうですね、すみません。あ、そうですか。あ、いや、じゃあ感想聞こうと思ったんですけど聞かない方がいい感じですか。あ、でも、はい、あれですよ、その下りは見ました。はい、どうだろう。遠目でね、はい、遠目で見て、遠目で遠目で見て、遠目で見てた。遠目で見てました、はい、どうでしたか。はい、いやー、よかったですね。これよかった。このリアクションが良かったですね。あ、リアクションが良かった。リアクション良かった。いやー、あれ最高でしたね。はい、いや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 、ほんまに嫌がってたんでね。いやいやいや、あれは最高でしたけどね。いや、よかったです。これぞ鶴見というね、はい、部分をね、はい、見せていただけたのではないかなと、はい、いうふうに思います。はい、はい、というわけで、まあ、改めてね、まあ、エウレカ72だけじゃないんですけどもね、はい、いろんな機種ありますんでね、ぜひねキコーナー鶴見店遊びに来ていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、店長とゲイのキスはないのって言われてますけど。あの、あれです、はい、あれです、来週、来週、来週楽しみにしておいてください。いや何予告それ。いや楽しみにしておいてください。キス予告。いやマジで、まあまあ、でも多分誰かされるでしょうね。あ、多分誰かされるでしょうね。なるほど、来週はまたハードゲーム宮川さんが出てくる可能性が高い。僕なんか毎回、まあ、今日は除いて毎回不利なとっちでね、なんとか買ってきたんでね、はい、まあ、僕は大丈夫だとは思うんですけども、はいはい、来週あるのかって言われてますけど大丈夫ですかね。これ本社から止めら、いや来週あれですよ、本社から止められたりしないですか。大丈夫ですか。来週はですね、はい、まあ、オカルト天女ということで、はい、まあちょっとね、はい、ぜひこのオカルト対決じゃないですけども、はい、オカルト対決、いやオカルト対決です、はい、まあ何ていうんですかね、
っと来週は楽しみにしてたからここはちょっとね見ても楽しみということで、意味深すぎるから本当に店長ゲイ予告ということでね、いやまあね、まあ、ゲイの方はね、じゃあねぜひね来週も楽しみにしていただければなというふうに思います。はい、はい、見てください、待ちちゃいます。はい、忙しいんだなパチンコ屋さんってということでね、はい、どもりすぎとか言わない、そんなこと言わないで、明日はエウレカ激アツとか言われてますけどね、いやそんなことはねないというか言えないんですよね、はい、ただの自己満で売ってます、はい、完全に自己満放送なんでね、まあ、営業とはね一応関係ないということでご理解いただければなというふうに思いますのでね、はい、はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、というわけでじゃあ来週はまたなんかじゃあゲイは確定なんですけども、機種とかその配信の内容についてはまたね、見てということで、ぜひね、はい、自由すぎる配信、水曜日、はいはい、まあ、ちなみに来週はもう天下泥棒とかも全員集合するんじゃないですか、はい、来週はペカ泥棒は来る、はい、ペカ泥棒出勤じゃない、大丈夫、出勤、来週はちゃんと出勤です、シフト大丈夫ですか、はい、大丈夫です、大丈夫ですね、あ、わかりました、じゃあペカ泥棒さんもまたいつもの鶴見店に戻ります。なるほど、はい、いや今日はねいい感じのまた鶴見っぽさもありましたけどね、はい、忙しいんだなパチンコ屋さんってってことでね、いろいろな、ね、お仕事でね大変なんですよ本当にね、さしてあげてください。はい、というわけでね、キコナチャンネル明日はですね木曜日ということで、森口店から、暴走ルートパチンコミッション暴走ルート69をお送りさせていただきます。一応ですね、まあ、機種まだ未定なんですけども、何かのパチンコの機種で、ミッションを挑戦してですね、木曜日もねなかなかえげつない罰ゲームやりますんでね、ぜひ遊びに来ていただければなというふうに思いますのでよろしくお願いいたします。3人で罰ゲーム受けるミッションはということでね、いやそんなミッションないらないよ本当にね、なんで俺も巻き込もうとするんだよって話ですよデリケートなのにっていうことでね、はい、言われてますけどね。でまた来週水曜日、深夜12時になりましたら、キコーナチャンネル水曜鶴見店ということでお送りさせていただきますんで、はい、ぜひね、鶴見のファンの方、たくさんいらっしゃると思うんですけども、ぜひ、ね、遊びに来ていただければなというふうに思いますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、じゃあ今週こんな感じでお送りさせていただきました、キコーナチャンネル水曜鶴見店、鶴見の自由すぎる配信、心の傷を癒してくれエウレカエウレカセブンを愛しすぎた男、完全自分用配信をお送りさせていただきました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。さよなら。そう、この感じいいね。キコーナー。